はい、えでは時間になりましたので、ワイズフォーラム a m、えー、2 0 2 2ですね、えー、このワイズフォーラムなんですけれども、まあ、弊社、ワイ s ワイ i s e が、えー、主催をさせていただいています。これはあの10年ぐらい前からです、ね、あのずっとかっ、えー、続けている、えー、活動でして、まあ、あの日本のです、ねえー、未来を。 社会をですね豊かですてきな社会をですね作っていこうじゃないかということで定期的にですねこのようなシンポジウムを開催させていただいてきていますで今年ですね2022年にあたりまして大きくですね「次世代に美しい森と豊かな社会を届けるために」というタイトルでですね連続3回。 のえー、とシンポジウムを、えー、開催していますで今日がですね、えーえーあの、11月10日あの、ここに書いてありますけど、第2回目になりまして、えー、テーマがですねサスティナブルな未来を日本からということが、えー、テーマになっています。はい、えー、でですね、まああのまあ、このサスティナブルな未来を 日本からということなんですけれども皆さんご承知のとおりですね今あの本当にえ地球がですね世界が今本当にいろんなあの問題とかですね課題を抱えていると。 ということであの2015年、ですね、えー、国連で SDGs があの採択されて、ですね2030年に向けて、まあ、あのいい世の中にしていこうじゃないかというですね目標を、全世界で、ですね全人類が、えー、まあ,ある目標を持って、ですね今、進んでいっているわけですけれども、それから日本も、ね、政府も、えー、2050年までにですねカーボンニュートラル、 とということで、ね、あの昨年、えー、元菅首相が、ねえー、そんな宣言もしましたけども、まあ、そっちの方に、ね、大きくはあの向かっていってるわけなんですけども、まあ、一方です、ね、今コロナが起こったりとかそれから今ロシア、ウクライナ戦争だったりとかです、ねまあ、ありましてあの本当にです、ね、そういったサスティナブルな 希望を持てるようなですね社会に向かっているのかというと、ま大きなあの疑問が皆さんもあの感じられているんじゃないかと思います。で、そもそもですね、あのやっぱり私たちこういったあの経済社会資本主義社会の中で生きている中でですね、ま経済活動とそれからえその環境社会そういったものはですね、本当にあの両立するんだろうかというですねあの疑問があの今日ですねえお越しいただいている高校生 特にですね大人たちどうなのと思って、えーね、いるんじゃないかと思うんですけどもあの私もですねあのこの株式会社ワイスワイスで、まあ、事業を通じてですねあの本当にあのいい社会、えー、美しい森豊かな自然環境そういったものをですね、えー 仕事を通じてあのそんなことが実現できないかなと思,う思いながらあの事業を展開してるんですけどもやっぱなかなかですねえその経済性とやっぱり環境をですねというのは相反するところがあったりしてですね本当にあのえすごく現実はねあの難しかったりとかする中でえ会社を経営させてあのいただいてきました。 で、その中でですね。あのいやこの先生すごいなと。あの本当言ってる通りだし、あのこんな風にあのなってみたいなと思ってですね。ずっと注目あのさせていただいた来たのがですね今日あのこれからですね。基調講演いただく石田先生になります。で、あの先生はですね。あのまあ、ネイチャーテクノロジーの世界ではですね。本当にあの世界的なあの権威でして。 あのなかなかですね今、の沖永良部島にですねえ移住されましてまあお目にかかることがですねなかなか難しかったりするんですけども今日はですねあの我があのワイズフォーランのためにですね沖永良部島からえはるばるやってきていただいたということになります。はいそれでですねあと今日ですねえちょっとスライドいなくなっちゃいましたけどもえこのですね えーあのまあ、サスティナブルな未来を日本からということでですね、FSC の,あのジュニアアンバサダーのですね高校生6名を、えー、今日お招きしました、えーね、あの先生のですね、えー、基調講演を聞いて、ですねあの本当、素直に、えー、高校生たちがですね今、どんなふうに考えているのか、それから先生のですね、まああのまあ、お話とか、まあ、仮説。 なのかもしれませんし、えー、チャレンジなのかもしれませんけども、まあ、そういった話をですね、えー、聞かれて、まあ、素直にどう思ったのかですね、えー、それから、えーまあ、そんなこともですねちょっと聞いてみたいなというふうに、えー、思っています。あとですね、えー、長野あさこさん、えー、それから FSC ジャパンの河野さんですねにもあのご登壇いただきます。 はいえー、あと会場の腰、ね、の,の皆様、ですねそれから、えー、画面の向こうにです、ねで、このシンポジウムですね、オンラインで聞いていただいている方もです、ねあのまああの、昔かつての高校生代表ということで、ねあのこのえー、後半のです、ね、パネルディスカッションには、積極的にです、ね、あのご参画いただきたいというふうに思っております。 はい、で先ほど、冒頭です、ねあの、事務局の方からありましたけれども、今、あのコロナがです、ね、急速にまた第8波が、えー、感染拡大あのしていますので、あのまあ、私たちも、すね者さんも少しあの気をつけながら、えー、あのこの会をです、ね、運営していきたいと思います。 本編なんですけどもまずですね今日ご登壇いただきます皆さんにですね自己紹介をいただきたいというふうに思っておりますで今日会場の皆様はですね少しあの配布物を用意させていただいてるんですけどもこのあの青いですね りり物がありますのでこれあのちょっとあのお手間なんですけども、開いてみていただきますと、A さんがこう中折れしていますので、開いていただくと、きょうのですね第2回の内容が書いてあります。で、そこにですね、真ん中ら辺に、石田秀樹先生のですね経歴が書いてあります。 現在ですね、一般社団法人サステナブル経営推進機構の理事長、それから合同会社地球村研究室の代表、それから水安塾塾長、東北大学名誉教授、京都大学特任教授、清佐大学特任教授ということで、本当にですね、沖の選ぶ自島を 拠点にですね、あの中央無人に、えー、活躍、えー、されている先生です。はい。えー、で先生はですね、あのこの後1時間にわたり、えー、ご講演いただきますので、はい。あとはちょっとあの読んでおいていただければというふうに思います。 でここから先、ですねあの長野あさこさん、えー、河野さん、そして高校生ですね、順番に、えー、ちょっとあの自己紹介を兼ね,ねて、えー、お話をいただきたいと思いますで、一人一人あの、こっち前に出てきていただいて、ですね自己紹介をいただければというふうに思います。はい、じゃあ、まずはですねトップバッターで、えー、長野あさこさんですね、えー、お話をいただければというふうに思います。こちらではい はい皆さんこんにちははい知ってる人もたくさんあのお見受けしまして、えー、全く立場が変わってここにまた出させていただける光栄をですね佐藤さんありがとうございますワイスハウスの皆さんありがとうございます、えー、とこの6月まで農林水産省で働いていまして。 脱サラ脱サラなのか脱官僚をいたしましてですね6月に役所を辞めて8月に盛り上げというですねちょっとまだ名刺交換する時に恥ずかしいんですけど言うのがあの盛り上げという会社を作りました長野と申します <laughs> 知らない人は是非覚えてよろしくお願いいたしますもう自己紹介っていうことなんで簡単にあの私のまだそもそもですね 授業を始まって3ヶ月ぐらいのもんですからあの妄想込みのですね今自己紹介をさせていただければと思っております。まあ、そもそもですねなぜ私がこれに至ったのかということですけれども別にあの霞が関がすごい嫌だったとかそういうことではなくてですねいいろろやり,やりきっったた感もあった のとまあ、ちょうど50歳にもう年齢さば読まないで言っちゃいますけどねちょうど50歳になって,てこう人生100年時代の真ん中に至ってですね、あのー、私愛知県の安城市っていうところの生まれなんですけどこう東京に出稼ぎに来て早3分の2がですね東京におるっていうところで、まあ、そろそろこうふるさとにも何らかの貢献しなくちゃいけないかなとか、まあ、ふるさとと言える日本の地域社会全体にですね あの何か恩返しをしないといけないなと言った時にこう林野町にちょうど行きましてですねこう国土面積の7割が森というただ森はですね非常にこう関心が失われちゃって町との距離が離れてこう忘れられてるっていうことでこう私のこの3分の2っていうのがこう人生と重なっちゃってですねまあ勝手にあの思ってですね私もこうそろそろ ふるさとに貢献するということで、まあ、自分のこれまでの経験を生かしつつ残りの人生はですねちょっといつ死ぬかもうからないんでもう森を盛り上げるために使いたいということで、まあ、山の日のイブにですねこの盛り上げという会社を起業いたしましたで私が、えー、実現したい未来っていうのはこれもリ谷町時代から言ってはいるんですけれども この、まあ、都会でですねやっぱ木を失うとですね木を失った人たちがいっぱいいるわけなんですよねすいませんダジャレばっかりでねで、まあ、これをですねちゃんとこう盛り上げていったり森とうまくつないでいくことでですね森も町も大事なんですね日本には自然もあるし豊かな都会とか先進化した技術もあるっていう、まあ、これがそうするとまあ気もつく人たちがですね生まれてくるんじゃないかとで、まあ、国土の7割が森なんでやっぱりこう森を思う人はですね 7割にしたいいいっていうこれが野望でございます、まあ、そのために今やろうと思っているようなことがですね例えば森と町がすごく離れてしまったのでもっと町づくりに森を使っていくとか森の木を使った町づくりっていうものを、まあ、計画的にやっていくというようなことを今あの愛知県の岡崎市とですね、えー、富山県の南砺市でやろうという話をしています。いいいいくつかのの地域にもお声掛けいただいているのでろ、まあ、ろんなところに ですね、今飛び回っていますまたあの農林水産省ではですね杉ヒノキ、カラマツ雑木っていうことで広葉樹ワイズワイズさんがこうやって素敵な製品にした方下っくださってる広葉樹っていうのにはそれぞれ名前があるんですけど 雑木と呼ばれてあまりこう林業生産的な価値がないと言われているのがすごいかわいそうでですねまあ、ここの価値化をもうちょっとやっていきたいなということでま雇、あ、用樹を盛り上げていきたい雑木と呼ばないでっていうようなことをですねできればいいなと思っていますまたこう皆さん森とか木の話っていうのがすごく距離が離れてしまって分かっていないというのもあるのでまず学んで触れてもらうみたいなことをですね これ広島の市場木工所さんでこういうかわいい木でできたおもちゃをですね各イベントとかいろんなところにですねデリバリーできないかという,ようなことを進めていけないかなと思っていたりまたあの林業をやってくれる人もどんどん減っているんですよね。 ただ一方で都会の人たちってすごく森に行きたいって思ってくれる方もいらっしゃったり企業の皆さんが今カーボンニュートラルっていうことで森の吸収源に注目をいただいております、まあ、そういうことでですねそれであればまあ例えば一社一山みたいなことでもう森を守る人たちを企業単位で増やしていけないかということでまあこれ大剣さんと一緒にやったイベントでですね朝日さんとかライオンさんとか JT さんがこう森を 持ってる会社がおるわけですけれどもそういう人たちの横のつながりみたいな緩やかなネットワークをですねちょっと作っていって、まあ、これから一流企業は森を持つみたいなことがですね流行ったらいいなーなんて流行らしたいなーなんていうことをですね思っております。でまた、あのー 東京で暮らしたりまあ、都会で暮らしている方々がですね。まあ、東京がふるさとの人がどんどん増えてるんですよね。子どもたちにしてもですね。なんでこう積極的に私みたいなこう。田舎もんというか、あの地方から来た人たちの逆の流れを積極的に出していかないとこう。森が打ち忘れされてしまうんじゃないかということで、こう人をですね。とにかくこの気を失った。社会から木の。 あるる社会に連れててて行って、まあ、置いてくるみたいなそういう事業がですねでむしろ地域の課題の活用にいろんな副業の人材ですとか皆さんにアイデアとかイノベーションをそこの実践の場として地方を使っていただく、まあ、こういうようなことをですね森を通じてやっていきたいというふうに思っておりまして、まあ、の盛り上げ一、まあ、人でやってるんで限りがあるんですけど森と町をつないだり 官と民をですつ、ね、なぐ間にう私の立ち位置を置いてですねいろんな森へお金を戻していくデザインですとか気のある暮らしをデザインしていくとか森の学びをデザインしていくというようなことをですねあの課題がたくさん世の中にあるんですけど 課題で大変だって言ってても全然良くならないもんですからそれを解決することをできるだけ楽しくやっていくというようなお手伝いをですね各地でしたいなと思っておりますので今日は高校生の皆さんと話せることをとても楽しみにしていますよろしくお願いいたします はい、長、えー、野さん、ありがとうございました。ちょっと、さっきですね、私、ちょっとアドミスってまして、全体の進行ですね。まず最初に。 の今日登壇いただくですね皆さんにえっとまあ短い時間なんですけれども自己紹介いただいています。自己紹介終わりましたらえその次はですね石田先生の基調講演1時間ぐらいいただきます。それが終わってきょう登壇いただく皆さんですね全員が入ってここに座りまして。 そのいわゆるディスカッションですねを1時間ということで18時に終了というような流れで進めてまいりますはいでは2番目のですね自己紹介ということで河野恵美香さんですねにご登壇いただきます でこちらにお願いしたいんですけどあの河野さんがですねあの今,今から、ね、あの説明いただくんですけども FSC ジャパンのですね広報をずっとあのされてましてであのあの私もですねあのワイスワイス FSC の使用詞認証をです、ね、あの取って頑張ってるんですけどもやっぱなかなか FSC が。 ね、広がっていかないんであのなかなかねあのワイスワイス的にもですねビジネスが伸びないみたいなところでやっぱりあのキーになるのはねあのネクストジェネレーションじゃないかみたいな話をずっとしてたんですけども河、えー、野さんのですねあの思いと。 アクションがですね、こう重なってですね、今日 SFC のジュニアアンバサダーの六名のですね、高校生をあの読んでいただいたということになります。あのまあそのですね、アクションの長本人のですね、コーノさんでございます。はい、では自己紹介お願いします。はい、ありがとうございます。皆様こんにちは。FSC ジャパンのマーケティング広報を担当しております河野と申します。 で今日はですね、あのー、ちょっともしかすると、もしかするとというか、FSC 認証、まだまだ認知度がそんなに高くないので、あの今日 FSC のことをあんまりあの知らないよう、初めて聞いたよという方もいらっしゃるかなと思いまして、ちょっとあの簡単に FSC 認証の説明も含めて自己紹介させていただければと思っております。ででであああののの今日ははすね、あのーまあ、私は fc 広報とマーケティングをやっておりますけれども、あのこういった貴重なです、ね、あの本当にそうそうたるあの登壇者の皆様と一緒に、あの私だけでなく、そのジュニアアンバサダーのみんなもです、ね、一緒にあの登壇させていただくっていうのは、実は初めてになりますので、あの本当に貴重な機会をいただけたことを本当にありがたく思っております、すごく光栄です。でですねえー、とちょっととと説明させていいいただきますでますずあの私、えー、FSC う Japan という ですがこの母体になるのは FSC という国際的な NGO なんですがフルネームでフォレスト・ス r d s h ドシップ・カウンシルというのが正式名称になっています。であの日本語に直すと森林管理協議会となります。 であのこの団体、ですねあの森林の適切な利用と保全を目的に26カ国からですね環境団体ですとか林業者、それから林産物取引企業、そして先住民族団体などの森林に関わるいろいろなステークホルダーの皆さんに集まって協議会という形で1994年に設立した国際的な非営利団体というふうになっております。 であの我々 FSC ジャパンはこの FSC という組織今ドイツのボンというところにですね本部を置いているんですが。 この FSC から正式に承認された日本の窓口として日本国内でのこの FSC の普及ですとかあとは日本の認証を取得している皆さん対象に FSC の,の基準の文書があるんですけどそういったものを策定したり日本語訳を作ったりとそういう業務をやっている我々も NPO 法人というふうになっております。 であの私自身はですね、えー、もともとあの武蔵野美術大学というところであのまさにこのワイスワイさんのような形でですね、家具なんかの,あのデザイン木工品のデザインをあの勉強を工芸家でしておりました。 で在学中に FSC 認証あの最初全く知らなかったんですけどあのちょっとご縁があって見学させていただいた林業家さんが偶然 FSC 認証を取られていてでそれであの初めて FSC 認証というものを知ってあの非常にその学生の自分からするとすごく重要な制度だなと思ったんですけれども残念ながらあの教授ですとか周りの講師ですとかあと友達も含めてですね誰も知らなかったと。 でこれはあの世界では非常に有名な制度だということなんだけれども日本でこの状態はまずいんじゃないかと。 ままあそそそのの時思いししてでそれであのそしたらですねちょうど本当に運よく FSC ジャパンが人を募集をしておりましてでそこであのうまく FSC ジャパンに入ってですねあの今もこういった仕事を続けているという形です。なのであのもともと全くあの林業にあの関係するあの勉強ですとか環境分野のあの勉強をしていたものではないんですけれどもまあ,あのそういったこう。 どちらかというとサプライチェーンの末端のですね、木材を使う側のあの立場からの、えー、今こういった仕事をしているという形になっております。であのこの FSC なんですけれどもあの背景としましてはまあ、世界の森林残念ながらあのまだまだですね、えー、減っていると,という状態です。 でちょっとあの分かりやすい数字で言いますと、2.2秒ごとにサッカー場一面分というスピードであの減少しているというふうに言われています。でこんな状態がもともとある中で、1980年代ぐらいから、まあ、そういった森林が減少している現場では、その環境で生物多様性が失われている問題であったりとか、そこの働いている方たちとか、森林で暮らしている方たちの人権侵害の問題が起こっていると。 ということでですね、FSC という制度、まだこういった森林認証なかったんですが、何か制度を作って、そういうことを止めていかなきゃいけないという流れの中で生まれてきたのが、我々 FSC という組織です。であのビジョンとしては、将来世代の権利や自由を損なうことなく、現在の世代の社会的、環境的、経済的な権利や自由を満たすこと。 そしてミッションとして環境保全の点から見て適切で社会的な利益にいかない経済にも持続可能な森林管理を世界に広めることとちょっとあの日本語として非常に分かりにくい文章なんですが簡単に言うとあの環境 の面から見ても社会的な人権の面から見てもそしてそれを実際にビジネスとして扱っていく企業の皆さんから見ても納得できる森林管理というものを認証する制度を作って世界に広げていこうという活動をしている団体です。 であの仕組みとしてはですね、このような形でまずあの森林から始まりまして実際にそれが製品になっていくまでのサプライチェーン、えー、関わる企業全体をですね、それぞれ認証をつないでいって製品を作るという仕組みになってます。で、えっと、そのようにしてできた商品だけに FSC のマークをつけられるという仕組みなので、まあ、消費者の方ですとか、えー、企業がこう何か調達をするときにです、ね、この認証を目印に 買っていただいたり調達をすることで適切に管理された森林資源を選んで使えるという仕組みになってます。うん でこの仕組みのですね特徴としてはそのそういったものを選んでくれる方が増えることによって初めてあのそういうじゃあ材料適切に管理された環境を破壊してない人権侵害してない、えー、ものを提供しなければということで森林側が適切な管理に向けて動いてくれるという仕組みになってますのでこういうこの FSC っていうマークがあるよっていうことであったり制度があるよっていうことを多くの人に知ってもらう でそれを選びたいというふうに思ってもらうことがすごく重要な仕組みになっています。でなんですが、あの先ほど佐藤さんからもお話があったように、ですねまだまだこの FSC という制度は、日本ではあまり認知度が高くありません。で今、パーセントでいうと22%弱ぐらいです、ね、の認知度になってまして、まあ、半分以上の人がです、ね、知らないという中で、えー、どのようにこう広げていくかというところは、我々 FSC ジャパンとしても頑張って取り組んでいるというところです。 でえっと今回、なぜその高校生の、えー、皆さんと一緒にですねここに来ているかというところにつながるお話なんですがあすいません、その前にあの FSC のその森林でです、ねあのまあ、10の原則っていうのを使ってあの審査をしてますよというのがこちらですね、まあ、非常にあの厳しい基準で10の原則の下に70の基準があってさらにその基準を満たしているかどうかをチェックするための指標というのが。 またこう見え今、見えないんですが、ぶら下がっているんですが、それが200個以上あるという形で、ですねでこれらがあの問題がないというのを確認しないと認証が取れないという仕組みになっているので、本当にあの厳しいチェック項目をクリアして、初めてその認証の盛りがになるよという、そういう厳しい仕組みになっています。すみません、ちょっと話が前後してしまいましたが、先ほどあの20、20%認知度22、22%あるというふうに申しましたけれども、 あのその調査の時にちょっと面白い結果が出てまして10代の,あの認知度がです、ね、なんと43%大体全体の平均の倍ですねありましたでこれはすごくあの面白いなと思ってほかの,他のです、ね、例えば SDGs の調査なんか見てみましても同じようにです、ね、やっぱり10代とか、まあ、20代とか若い世代の方の関心がこう全然他の世代と違うという結果が出てたんですね。 でおそらくこれはそういうこともあって FSC もあの10代の方たちが多く知ってくれてるのかなあと学校の現場でも多分取り上げてくださってるんだろうなと先生がですねというところにまあ気が付きまして、まあ、そこからこの中高生の皆さんと一緒に活動をやっていこうという大きな FSC ジャパンとしては大きな動きにです、ね、つながってきたわけですで具体的に何やってるかと言いますと FSC アワードと いうですね、中高生の皆様にこのまだまだ知られてない FSC 認証をどのようにこう普及していけばよいかというアイデアを考えていただいてそれを応募してもらうアワードコンテストですねあの約1年に1回2019年から開催をしておりますであのまさに、えー、今日来てもらってるジュニアアンバサダーのみんなはですね このアワードで受賞をしたチームをジュニアアンバサダーという形に任命をさせていただいてその後一緒にですねその応募してもらったアイデアの実現化っていうところをメインに一緒に普及活動を行ってもらうという活動をしております。で今日来てくれたあのみんなはですねその受賞チームの中の1チームということで参加をしてくれています。 こんな感じでですねこれがあの去年の第3回フェッシュアワードの様子なんですがエントリーが65校196組591名からエントリーありまして最終的に作品応募までいったのが48校97組200名のの生徒の皆さんでしたでこの中からまず一次審査で10組を選びましてその10組の皆さんにオンラインだったんですけれども自分のこうアイデアをプレゼンをしてもらって。 であの審査員の皆さんと一緒に、えー、その中から賞を選ばせていただいたという流れでなっております。で金銀銅のですね3賞あの受賞を、えー、しまして、えー、今日来ていただいているあのチームは ARC という名前のチーム名ですがこのチーム ARC 以外にも、えー、今2チームチーム FOP とチーム E ティスクと、えー、皆さん名前がすごいかっこいいんですけれども。 この三チームが現在アンバサダーとして活躍をしてくれているという状況です。で今日はですねこの中のこの真ん中のチームアークの六人の皆さんに来てもらっていますのでこの後バトンタッチさせていただいて自己紹介をお願いしたいと思います。私からは以上になります。ありがとうございました。はいではですねえっ、ー、とじゃあ早速高校生あの六名ですねここ真ん中の席にちょっとずっと あの六人まとめて、うん、はい、座ってください。はい、どうぞ、いらっしゃいませあ。あの、そっち、前、前の方に。はい。こんにちは。こんにちは。え今回、チームワークの代表を務めさせていただきます。レイと申します。 今回は、えー、自己紹介のためにメンバーみんなスライドを用意したのでそれとともにプレゼンをしたいと思いますよろしくお願いいたしますではまず簡単な自己紹介のため、えー、改めまして例と申します、えー、千葉県のインターナショナルコースに通っている高校3年生です趣味は幼少期から、えー、スポーツが多くてバスケットボールなど、えー、様々なスポーツがあり、えー、帰国してからも、えー、スポーツを続けています 他にも、えー、興味があるのはプログラミングです。えー、長所としましては私はリーダーシップがあります。えー、経験としましては生徒会副会長、学級委員長などさまざまなグループリーダー的な役目を果たしてきました。そこで、えー、ディスカッションを通してさまざまな意見、えー、視点を取り入れ、プレゼンテーションをする機会が多いです。他にも私はすごく負けず嫌いで、えー、他人と 常に比べることが多いんですが、えー、最後まで勝負に勝つまで続けるということがある従いまして私を漢字一文字で表すと、勝利の勝というふうになります。えー、私の座右の名は、結果は努力の副産物です、えー。何事も一つ一つのプロセスを大切に、えー、努力を積み重ねることで、えー、結果を出すことがすごく大事だと思っております。最後に 私は海外経験が約10年間ほどあります。幼少期の頃からフィリピンを約9年間留学しており、ほかにベトナムで1年間いました。フィリピンとベトナムをはじめとするシンガポール、香港、アメリカ、韓国などさまざまな国に滞在,、えー、滞在しました。そこで培われたえ語学力と外国籍の人たちとの関わりで得た感性が私の武器となっております。これらを最大限に生かして アンバサダーとしても邁進していきます本日はどうぞよろしくお願いします<手>ではハクさんお願いしますえっと初めましてアークのハクと申します自分は生まれは日本で育ちも日本なんですけど幼少期からインターナショナルコースに通っていてまあ多様な先生や生徒がいる環境で過ごしてきました趣味はスキューバダイビングで ハワイイでライセンスを取得したこともあります私は小学生の頃祖父母とマレーシアへよく行くことがあり訪れたペナントでは森林伐採によって住む場所をなくしたオラウタン保護区を訪れたことが環境と人間の関係に関心を持った時でしたとコロナ前ではキャンピー家族とキャンピングカーで日本中を旅し各地の文化や自然に触れてきました 特に北海道が好きで食べ物や自然に野札岬に行って野生のラッコを見たことがとても感動して北海道がそれから好きになりました。で現在私は住んでいる地域で森林保全の活動に参加しています。 FSC の活動と同じく一人一人の力で森を再生することができると感じています活動している緑の輪協議会様は違法な森林伐採や山綱森林伐採で森が失われたところに10年以上かけて3000本以上の苗木を植えてきました子どもから大人まで自然に楽しみながら参加,す参加して活動することができ ととてても大変貴重なな経験となっています ARC のメンバーと FSG ジュニアアンバサダーとして活動することは少しでも環境保全に貢献することができとてもうれしく思っていますどうぞよろしくお願いしますはじめましてメンバーの太郎と申します 私はインドネシアの東ジャワ州にあります、スラバヤ市で生まれました。スラバヤおよびインドネシアは林業や漁業がさとても盛んでして日本、日系企業も多数進出しておりました。私が在籍していました日本人学校では、同級生に多数の林業関係者のお父さんやお母さんを持つ生徒がいました。 で私の趣味はゴルフとラグビーをすることです。私の父は日本人で母は韓国人で幼い頃から双方の国を行き来していましたで、えー、っと私の座右の銘は慌てず焦らず当てにせずしかして飽きずに諦めずですいかなる時でも焦らずに平常心で挑み終了するまで継続することが大切だと思い選びました。 私の尊敬、ちょっと一個もらっていただきますか、尊敬する人は松下幸松下之助さん、ナショナルとパナソニックの創業者の人なんですけど、彼の行動力、経営力、そして発明力の波外れが波外れたもので、私は少しでも彼のような人に近づければと思い、日々努力しています。 自分の海外経験つまんないものなんですけど、と生まれて生まれてから中一までインドネシアにいまして、中二から中三まであのイギリスの隣のアイルランド共和国に共和国で留学をしていました。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。こんにちは。同じメンバーのさえと申します。と私の出身地は兵庫県の。 ちょっと田舎の方なんでちょっと秘密なんですけど言わないです。それは好きなものはたくさんあって、ジャニーズ west さんではディズニースポーツ写真、動画編集とかあの撮影もすごく好きでいつもやっております。特技は5歳の頃からやっている。ずっと今までやっているフィギュアスケートと数年前から独学でギターを始めたので、それも特技としています。あとは動画編集等も得意です。 私は昔から前向きで積極的、すごく明るい性格だと思っていて、人前で話すこともすごい大好きなので、今、めちゃめちゃ気持ちいいです。リモートもありがとうございます。はい、えっと、私も皆さんと一緒で、あと幼少期からインターナショナルコースにずっと通っています。えっと、人前で話すことがすごい大好きなので、あの小学校の頃は大使館の英語のスピーチコンテストなどに参加したりして、えー、入賞もしたことありますありがとうございます。 で中学生の頃から環境問題などにすごい興味を持ち始めて今こう,やってこうして FSC の皆さんと一緒に活動できていることはすごい嬉しいです最初は FSC について全然もう知らなかったんですけどメンバーから教えてもらったりして今はこうやって頑張っている皆さんと仲良く楽しく FSC の活動をしています今後はももそうなんですけどもっと環境に関わる えボランティアなどをやりたいなと思っていますどうぞよろしくお願いいたします <laughs> じゃあ続きましてナビハさんどうぞこんにちはナビハと申します出身地は東京都の江戸川区です私は日本で生まれてから5歳まで日本に住んでいてその後11歳まではバングラデシュに住んでいましたお父さんのお仕事の関係で12歳の時に日本に帰ってきてから今まではずっと日本 成田市に住んでいます私の趣味は読書やバドミントンやグラフィックデザインなどさまざまなものがあります現在は学校のバドミントンクラブに所属していてそれと新たに六角語目として韓国語に挑戦しています最後に私の座右の名はルーズベルトさんの名言「The only thing we have to fear is fear itself」です日本語に訳せば我々が恐怖すべきことはただ一つ恐怖そのまま すいませんそのものなのであるってことですつまりつまり何かを言う何かをするのに恐れてはならないという意味です不可能を可能にするのが何より大事だと思っていますあんまり日本語が得意ではないのでグループ内ではできるだけアイディアを出したりチームメートの皆さんと一緒に協力して FSC の普及活動に力を入れて頑張っております 今後も FC ジュニアアンバサダーとしてチームで頑張っていこうと思っています。よろしくお願いいたします。<laughs> では、ヘンリー君、お願いします。こんにちは。中国で育ち、その17年以上生活しました。去年の夏、日本に来てから、それから日本語の勉強を始めます。 日本の社会と文化がさらに好きになりました。日本での生活で他人を思いやることの大切さを学びました。私はスポーツが得意で、特にバスケットボールが上手だと思います。目標は大学でえバスケの連盟で競技しの未来はアマチュアのストリートボールプレーヤーになることです。 もう一つの趣味は音楽です。以前はバイオリンをやっていましたが、近年はレコードが残りです。その他、ドローン撮影、ビデオ編集と 3D モデリングなどにも興味があります。僕は並ぶことが好きで、数学と科学が得意し、 歴史と政治にも興味があります。11年以上のクラス委員長と副委員長の経験があり、コミュニケーション能力とリーダーシップが良いと感じています。さらに私は批判的思考力を養い、私たちの FSC プロジェクトにも貢献しています。 また、日本で出会った友人たちにも感謝しています。彼らは僕の勉強にも生活にも大きな影響しています。彼らはいなければ今の僕がいないでしょう。今後にも日本語の勉強を続けながら自分の好きなものを打ち込んでいきたいと思っています。以上、ありがとうございました。 それで今あの自己紹介いただきましたけれどもこれからですねあのえっと FSC ジュニアアンバサダーとしてですねあのどんな活動しているのかっていうのをですねちょっと簡単なんですけれども説明をしていただきますよろしくお願いしますはい続きましてえ私たちの活動についてお伝えできればなと思っておりますではまず目次ですまずえ私たちは趣旨と目標をお伝えして 現状それから今後の活動についてお伝えしていければなと思っております。では趣旨と目的です、えー。これまで私たち人類による伐採によって世界の森林が失われてきました。FSC はそれらの被害の軽減,軽減に貢献し、10の原則と70の基準に基づき、えー、責任ある森林管理のもと、環境、社会、経済,に経済の便益にかない、 世界各国に持続可能な森林管理を広げています。そして、これらの規定に基づき、認証範囲内で適切な管理体制を示した組織には FSC 認証という FSC マークが与えられます。しかし、日本では FSC の認知度が約21.9%と、他の先進国と比較的低いとされています。そこで、私たちが掲げる、our choice,our forest,our future をコンセプトに、 FSC マークの認知度を高めるため、さまざまな方法で普及活動を行い、地球環境の改善につなげることを目的に活動を開始いたしました。活動以前から掲げてきた2つの目標があります。まず最初めは SN、SNS アカウントでの普及です。FSC ジュニアアンバサダーとして SN、SNS アカウントを開設しインスタグラム、Instagram you、YouTube、TikTok などのプラットフォームを使用して、 私たちの活動を投稿することで FSC についてより,幅より広い世代に知ってもらうことが目的です。2つ目はオリジナル商品の制作です。低予算ででき、たくさんの人に注目してもらえるようなデザインのもと、オリジナルロゴのオールステッカーや FSC 認証紙を使用したうちわを制作することを破産しました。オールステッカーにつきましては、私たちの学校や ファミリー像が多く集まるスーパーや飲食店などの場所にご協力いただき、ステッカーを壁に貼らせていただきます。これがインスタ映えスポットとして SNS で拡散してもらうことが目的です。うちわに関しましては、たくさんの人に配布することができ、記載されている QR コードから私たちの活動を知ってもらうことで、FSC についてより多くの人に知ってもらうことが目的です。では続きましては、えー これからの現状と進行状況についてメンバーの皆がお伝えするのでよろしくお願いしますでは,ではまず現状1つ目の SNS アカウントについて詳しく説明していきたいと思いますまず SNS の解説をする前に私たち独自で考えた FSC のロゴマークを作成いたしましたそれが左手に見えるこちらのカラフルな絵なんですけどこちらは とカラフルな色合いと私たちのコンセプトを取り入れて子どもから大人までが皆さん認知しやすいようなロゴマークを目指して作りましたそして SNS のアカウントは Instagram と TikTok と YouTube の3つを開設しました Instagram を主にあの利用して普及活動しています Instagram の方に関しましては2200人ものフォロワー様がいまして TikTok と YouTube に関しては私たちの PR 動画を載せているのでよかったらそちらもチェックしてくださいとインスタグラムの方についてもうちょっと詳しく説明していきたいと思いますインスタグラムでは PR 動画だけでなくこういった、えっと、FSC の十の原則や利点問題点解決策などさまざまな FSC についての情報を取り上げていますと他にも FSC の、えー、グローバルキャンペーンっていう キャンペーンがあったんですけど、FSC の、えっと、そのグローバルキャンペーンのフォレストウィークっていうキャンペーン中は FSC に関しての動画や写真を毎日投稿したりしていました。さらなる普及に関しまして私たちが独自で考えた FSC のファンファクトやトリビアクエスチョンなども取り入れて面白い雑学などを皆さんに発信いたしております。他にも はいいこちちらラインスタンプ私たた作っんんででですすすすよよごね <laughs> そうなんですめちゃめちゃ可愛く出来上がってこれはまだインスタグラムに載せていないものなので今後インスタグラムではこちら私たちが独自で作ってあのメンバーが作ってくれたんですけどそちらの LINE、えー、スタンプの投稿もしようと思っていますのでもしよかったらそのうちわの裏に QR コードありますよねそれをよ,よかったら読み取って今後の私たちの SNS の状況もチェックしていただけたらいいなと思います。 では続いて、太郎さんお願いします。はい。私たちのグループは、学校のイベントに際して広報活動をしてまいりました。商品として私たちが作成したオリジナルうち輪があります。うち輪には3種類の主なデザインがあります。まず1つ目の FSC をイメージしたマークは、メンバー皆が黒板に描いた絵で、後に PR 動画に使用しました。 コンセプトが入っているうちわにデザインが2種類あるのには選択肢を設けてより多くの生徒に気に入ってもらえるよう工夫を施した次第ですうちわの裏には私たちの SNS に先ほどサイさんが言ってました QR コードが印刷されていますうちわをもらった方に QR コードをカメラで読み取っていただくと私たちの活動や FSC の活動そして意味 を分かりやすく理解することができるオリジナルの PR 動画を見ることができます。瞳につくデザインと SNS を指定しました。組み合わせ、認知度を上げようと思い、実行いたしました。私たちは FSC の認証を受けている印刷会社にお願いをし、うちわを作成していただきました。私たちのうちわにはプラスチックの持ち手がない分、よりサステナブルに、そして環境に優しい 商品を目指した次第です f s c をイメージしたオリジナルマークは一つの一つの木の中にさまざまな生物がいて私たち生き物は皆共存しなければいけないというメッセージを込めました私たちが抱えるコンセプト「our choice,our forest,our future」には私た,ちの私たち人間の日々の小さな決断がいずれは森林全体にそして私たちの未来に影響していくというメッセージを込めました コンセプトが英語なのには、バンコク共通語である英語を用いることで、誰でも理解できるようにと思い作りました。今後の活動の中で、うちわを配布し、普及活動に向けて頑張っていきたい所存です。直近の活動としましては、9月に行われました、私たちが在籍する小中高の学園祭にて、うちわを配布しました。FSC の取り組みについて、少しでも多くの生徒及び保護者の方に、 知れ渡ればと思い、実行した次第です。活動の中で FSC の意味をちゃんと説明すれば、皆さんに理解していただけるということに気づきました。今後の活動にも、うちわを生かして、FSC の認知度を広げていきたいと考えています。続きましては、今後の活動につきまして、白くんが説明をいたししますハク君よろしくお願いします。 えっと私たちの今後の活動予定では先ほど私には自己紹介の際に紹介させていただいた緑の輪協議会様にご協力いただきメンバーで森林保全の活動に参加させてもらう際にうちわを配布させていただき普及活動を行う予定です森林伐採の保全に関心を持つ幅広い年齢層の方々が参加するこの活動を通してより FSC について知ってもらえると考えています また11月末にある地域のイベントであみを、あすみが丘国際交流様にご協力いただき、オンライン参加させていただく予定です。イベントではフィリピン在住の方もオンライン参加するなど、コロナ禍でも積極的に国際交流ができる楽しいイベントとなっています。SDGs やフェアトレードを紹介する展示とともに、私たちが作成しました FSC の宣伝用ボードと子どもたちに楽しみながら、 参加してもらえるように作成したクイズをクイズの展示内場を貸していただく予定です。地域に住む方や国際交流を通して多くの方に FSC について知ってもらえる、知ていただく機会になればいいと思っています。では最後にレイさんどうぞ。えー、今までこれまでの、えー、私たちの、えー、ジュニアアンバサダーとしての成果を今日お伝えできて嬉しいです。 えー、以上をもちまして終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、はい、えー、元気な高校生ですね。お話いただきました。ありがとうございました。はい、えー、では、えー、一旦ちょっと拍手でお送りしたいと思います。 はいえー、ということでですね、ちょっとあの1時間ぐらい今かかってますけど、自己紹介ですね、えー、前半戦これで終了させていただきます。はい、でですね、えー、ここからですね、き、え、ょ、ー、の、えー、基調講演の時間に入ります。先ほどですね、ちょっと簡単に、えー、案内させていただきますけども、石田秀樹先生です。えー、私がですね、何度かあの先生とですね、本当に、 あの会社のですね経営の中でやっぱり。 経済とですね、あの環境の両立ということでやっぱりなかなかですねあのこれっていうのは相反するものであったりして、ね、やっぱりすごく悩みの中にですねいた時に先生にまああの一緒にですね、あのお酒飲んだりしてですね、ちょっとあの悩み聞いていただいたりとかしてきたんですけどもやっぱりすごくですねあの。 先生とお話していると分かりやすくなんか腹落ちするというかですねああそうなんだと思ってえすごくあの前向きにあの頑張ってくることができましたあの先生の話をですねあのぜひ皆様とえ分かち合ってですねえこの先の本当にえ豊かなですね日本の社会え国づくりえ本当にあのいい 地球をですね次世代にあの渡していくためのですね何かヒントをいただければというふうに思っておりますはいそれでは先生よろしくお願いいたします拍手でお迎えくださいご紹介いただきました石田でございますあの物腰を全くしない高校生いいですね <laughs> すごい素敵でした。 え、じゃあ早速あの1時間という時間をいただいてますんで、お話をしたいと思います、えー、今日は縮む豊かさが未来の形っていう話をしようと思ってます。えっ、ー、と僕は今住んでるのは沖永良部島って鹿児島から570キロ南西です。もう自分の僕の家から沖縄が見える。そんなところに住んでいます。えー、これジャングルの中の私のお家です。 えー、家から見る夕日、とっても綺麗で、海も本当に広くって、ちょっと潜ればサンゴもまだしっかり残ってます。えー、自分の家からクジラも見えます。はい、で、サンゴの隆起の島なんで、えー、ちょっと地底に入るとこんな洞窟がいっぱいいっぱいあります。これあの懐中電灯を水たまりに入れただけなんですけども、とっても綺麗ですね。それからあのバナナは勝手に庭に勝手にって言ったら申し訳ないですけども。 勝手に生えています、はい、そして僕はやっぱり農業も漁業もなかなかできないんですけどもまあ笑顔だけ振りまいておけばマンゴーが来たりニンジンが来たりお魚が来たりとにかくいろんなものが我が家にやってくるというこの笑顔がすすごごく大事な島でございます、まあ、そういう自然がすごく素敵でそれからあの人もすごい素敵ですコミュニティもまだしっかり残ってます。でこういうい素敵な島な島んですが 2040年には人口減少少子化それから高齢化で消滅してしまうかもしれない自治体と言われているもちろんそうじゃなくて僕はこの島を憧れの島にしたいということで9年前に移住をしまして今まで自分で研究したこと学んだこと多くの人に教えてもらったことそういうのを全部合わせて社会実装そして憧れの島にしようということを今一生懸命やっているつもりです。 まあ、そんな中で今島の話だけしましたけど実は島で悩んでることっていうのは世界で悩んでることと全く同じですでそういう意味では今日お話ししますのは、えー、2つの場合に分けてお話ししたいと思いますけどまず何が本当に今問題なのっていう話をしようじゃあどうしたらその問題が解決できるんだろうっていうちょっと二部構成でお話をしたいと思います。はい、まず今何が問題なのののか僕私たちの未来を本当に作れるのか っていうのが本当にあの不安材料っていうか、えー、とても心配です。僕は島にいるときこんなこと言ってます。小山孫が大人になったときにも笑顔笑顔をれる美しい島を作りたい。でも今のままではできないということも事実なんですね。なぜできないかっていうと実は今2つの大きな限界が我々の目の前に横たわっている。1つは地球環境っていうのがもう限界状態になっている。 もう一つは経済システムこれも限界状態になっているこの2つに対して我々は同時に貝を与えて新しい定常化社会へジャンプしなければいけないんだけども日本では1991年にバブルが崩壊してからこれに貝が与えられなくて30年以上のたうちもあっている30年間答えが見えないんで社会は閉塞化してくる社会が閉塞化してくると未来に夢がないんで子供を産まない少子化になります そうすると結果として高齢化になり人口減少になりこの先にあるのは文明の崩壊ということになってしまう、まあ、ここに向かって今全力で走っているっていうのが今の状態だと思います例えば地球環境問題を考えましょうこれ有名なプラネタリー・バウンドリーですけれども、えー、最大の問題は生物多様性の劣化ここが修復能力の限界ですここが臨界点になるんですけれども臨界点はるかに超えて生物多様性の劣化は進んでいる それから窒素の循環ってあるんです。これはちょっと今日あの、えー、違う切り口で話をしなければいけないのでちょっと今日は省きます。それから皆さんよくご存知の気候変動。そしてもう一つがマイクロプラスチック。この3つが2030年までに解を出さないと僕たちは文明崩壊の引き金に手をかけるかもしれないという非常に厳しい状態にあります。まあこの3つですね。で簡単にだけこの3つの話をしましょう。最大の問題は。 生物多様性の劣化ですで生物多様性の劣化っていっても、まあ、生物多様性っていうのは人間の目から見たら我々は一つ,つは供給サービスといって食料や木材や水そういうものを僕たちはお金を出さないで自然から供給してもらってる二つ目が調整サービスで例えば雨が降ると山の木々が。 水をしっかり貯めてもらって徐々に徐々にその水を放出していくということで調整をしてくれている調整サービスそして3つが3つ目が文化的サービスっていって山の緑を見て僕たちは心が安らぐそういう心理的な価値があるこういうサービスを我々無償で受けているんですが生物の多様性っていうのが劣化してくるとこのサービスが受けられなくなるこれ内部化してくるそうすると我々これに対してお金払わなきゃいけない。 そういう状態にほぼ今もうなりかかってるということなんです。例えば脊椎動物、この60年間で68%いなくなりました。68%になったんじゃないです68%いなくなった。昆虫に至っては、過去27年間で75%減少しました。マックス。当然、昆虫がいなくなれば、自然界の植物の90%が昆虫によって受粉されているんで、 昆虫がいなくなるとほとんどの植物が生きられない。植物がいなければほとんどの生き物も、生き物は生きられません。人間も。アインシュタインがお亡くなりになる数年前にこんなことをおっしゃいました。もし蜂が地球上からいなくなると人間は4年以上生きられない。蜂がいなくなると受粉ができなくなり、そして植物がいなくなる、そして人間がいなくなる。この方向に向かって我々は今全速で走っている。自分で。 というのが事実ですそして2つ目の気候変動これはもうよ皆さんご存知なんで1枚だけです今の文明を維持するためには産業革命以前に比べて気温の上昇を 1.5°C 未満に抑えたいしかしすでに 1.07°C 上がっているあと残りは余裕は0 4 3度しかないじゃあ 0.43°C っていうキャパの中で我々はどれだけ二酸化炭素を出せるかっていうと 確率67%で4,000億トンそして現在335億トンまあだんだんこれ増えてるんですけども335億トン年間に出すとすると単純に割り算してあと11.9年しかありませんたったこれだけなんですだからカーボンニュートラル2050年って言ってますけどこれとっても間に合わない少なくとも2040年には 達成しななけければいけないそして3つ目がマイクロプラスチックこれはあんまりテレビとかあんまりニュースになりませんね生物多様性も同じで、まあ、よくご存知なのは海洋流出海に流れてくるプラスチックが年間800万トンから1300万トン800万トンっていうとジャンボジェット5万機ですそれ分のプラスチックが海に流れているまあ作ってるのが大体4億トンですでもプラスチックはご存知のように天然にございませんから分解しない えー、ペットボトルで約400年釣り糸だと600年間無害になるために時間,時間がかかるだから海の中を漂ってますだからこういうことで、えー、年間100万頭以上の動物たちが亡くなってかわいそうなっていう話はあるんですが皆さんに知っといてもらいたいのはもっとこれより大変な話で実はヨーヨーエフェクトヨーヨー効果っていうもの海の中には海底にはポップスといわれる残留性汚染物質 PCB だとかだととかか DDT ダイオキシン、そういういものが堆積してます。プラスチックの比重というのは海水とほぼ同じですからこれが浮いたり下がったり浮いたり沈んだりこう繰り返しますでそうするとプラスチックの表面にこういうポップスが濃縮していきます実験では100万倍以上に濃縮しますそしてそれを人間がおいしいお魚あ魚が食べるその魚を人,人間が食べちゃうと我々は この PCB だとかっていうのを体内に取り込んでしまうでこういう問題が現実的に起こっているところが海だけじゃありませんよっていうのがここ数年でたくさん報告が出ました実はマイクロプラスチックは空気中に浮遊して1週間でクレジットカード1枚分をみんな飲み込んでます北半球では東京のど真ん中ここにいようが富士山のてっぺんにいようが関係ありません 毎週クレジットカード1枚分約5ムを体内に入れているそしてその表面がさっきのポップスというもので汚染されているとどうなるかまだ具体的なデータ上がっていませんが去年の論文ですがジョンズ・ホップキンス大学からマイククロプラスチックがすででにに人体に影響を与ええているるると考えるべきである特に免疫システムに悪影響を及ぼし内臓のバランスを乱す可能性がある。 という状態にすでになっている。これは由々しき状態ですね。じゃあ今申し上げたような、まあ、2030年までにマイクロプラスチック気候変動そして生物多様性この3つに対して解を出さないと我々は本当に文明崩壊の引き金に手をかけてしまうというところまで行ってるのはほぼ間違いなく明らかになっています。じゃあそもそも地球環境問題って一体何なんですか という議論がほとんどなされてない。これやると政治的に非常にまずいことになるということだと思いますがそもそも何でこんな問題が起こるのかってこれしかないんですね。我々の活動が肥大化するんですよ。人間活動が肥大化して自分で自分の首を絞めてる。その肥大化っていうのはどういうことかっていうとこういうことですね、えー。地球上の生物の総重量が1兆1000億トンございます。ところがおとどしの12月に 人工物の量が1兆1000億トンを超えました。そして毎年300億トンずつ、300億トンって言うと世界中の人が毎週自分の体重以上の人工物を作るということです。そしてこの一兆一千億トンは、生物の1兆1000億トンは太陽のエネルギーだけで完璧な循環をします。ところが人間が作った1兆1000億トンは使い終わったら全部ゴミになる。 だだからら地球の表面がゴミだらけになっているさらに言うともっとすごいのはこれが人工物の量です。20世紀初め人工物の量350億トンです。それが今1兆1000億トンを超えました生物の総重量。このままでいくと2040年には2兆2000億トンになります。この100年間で 人工物の量は31.4倍。これに比べて人口は4.9倍なんです。だから人口の増加をはるかに超える人工物を作った。じゃあ人工物はどこから来るんだ地球に穴を開けるんですよ。穴を開けまくるわけです。森林を伐採して穴ぼこだらけにする。要するに生物多様性がどん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 劣化をしていく。 そういう状態を今作ってるわけです。ということは我々が地球環境問題のことを考えるっていうのは本質的に何をすべきかっていうのをもう一回考え直さなきゃいけないっていうことです。まあ直近でいきますとあと10年でエネルギーの使用量が1.5倍になります。水の使用量が1.4倍。食料1.35倍必要です。今のままでいくと。こんなもの供給できません。できないんですよ。 新しい科学技術ができたって無理なんです。だから我々が考えなければいけないということは一体何なのか。それは自然の修復能力はもうとても人間の作詞に追いつけない。このままでいくと間違いなく文明崩壊を起こすのであれば我々がやらなければいけないことは縮減という新しい概念なんです。要は今まで我々これだけのエネルギー資源を使ってました。 一人あたりでも国あたりでも結構です。そして、特に日本の場合は、国内よりも海外から、いろんなものを持ってくる。こういう構造の中で、例えば今のエネルギーを、再生可能エネルギーに置き換えましょう。何かと何かを置き換えたって、問題は解決しませんよ。解決させるためには、縮減、全体を小さくする。そして、できるだけ国内でそれを調達する。 優しい言葉で言うと自立という表現がいいのかもしれません。大事なことは我慢して縮減するんではない。縮減してもワクワクドキドキ心豊かに暮らせる生活や社会を作る。そうでないと未来に渡すものがないんです。だから心豊かに暮らすということを全体前提にして縮減できるかどうか。これが 我々に与えられた課題なんです、はい、もううつ経済システムの話をしましまょうこれちょっと高校生の方には難しいかもしれませんこっちの経済システムが限界になってるっていう話今日は幸図先生っていうこの経済のプロが言いますんであと質問があったら僕から幸津先生に振りますから、はい、これ縦軸が日本の経済成長率です。 えー、73年まで9%バブルが崩壊する91年まで平均して4%そしてそれ以降92年度からずっといきますと2020年までで成長率は0.85%ぐらいですこれもう誰が見ても分かるように万博やったからオリンピックやったからってカンフル剤的にぴょんと上がっても構造的にはもう下がってるもう限界だと僕は思ってますはい。でこの今の日本の えー、資本主義の形態はこれちょっと難しいんですが資本主義の中の新自由主義その中の極端な形の市場原理主義という構造を持っっててます、まあ、それが今限界になっているんだよでこの市場原理主義っていうのはどういうことかっていうと力のあるもののみが支配する資本主義であって欲望をむき出しにした、えー、むき出しにして経済成長を加速をするためだけで。 そそしししてててれによっっ地球上ののの資産を食いい尽くしてしまったというのが一つの形だろうと思いますだからまあ,あのいろんな言い方はあるんでしょうけども結果として所得格差が広がってエコノミック・アニマルを理想の人間像に押し上げて社会を自己責任と闘争の世界にし実態を持たない社会が支配的になるこれ酔っ払って書いたのかなこんな激しいことをここで言うつもりはなかったんですけども今読んでて僕これ酔っ払いながら書いたなと自分でも思ってます。はい まあ今の資本主義が限界になっているっていうのはこういう格好から見てもお借りいただけると思うんですがこれが日本の GDP です。でこの黒い点線がマネタリーベースっていってすべてのお金の量です。アベノミクスっていうのがあってそれで日銀でお金バリバリ吸ってこれどん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 市場に投入しました。で市場に投入してもしお金が回るんだったら GDP 必ず上がるんです。 だけども,も GDP 何も変わらない要は今のシステムは僕はですよ完全に限界になっていってお金をつぎ込んでもお金がどっか違うところに偏在している社会のために動いていないもう完全に限界状態になってるんではないのかなと思ってますだから結果として日本の賃金ずっと横ばいで今急にこれだけ上げろと言われたって なんだけないかんのというのが普通の人の形ですよね。はい、さあその中でもう一つ面白い話があります。これみんなベストセラーになった本です。経済学者が書いたベストセラーになった皆さんも読まれたと思います。このベストセラーの本の中で共通して書かれていることそれは経済が成長すればで今の資本主義ですよ今の資本主義の中で今の経済システムの中で経済が成長すれば地球環境は劣化するんですよ。 経済と環境は両、こう、表裏の関係にあるんだ。ということを全員が言っている。だからどうしますっていうのは答えは違いますね。斎藤公平さんはコミュニズム諸。諸富先生は非物質の資本主義。それから、えー、宇沢幸軍さんは社会的共通資本。まあ、答えはいろいろ違うんだけども、問題点っていうのは結局、環境と経済は両立しませんって言い切ってるわけです。今の資本主義では。 だから今の延長ではこの定常化社会へのジャンプはできませんできないんですよ。じゃあ我々は何を考えるのかそれは縮減というこの中に新しい経済システムというのを入れなきゃいけないこれを同時にやらないとダメなんだよということを我々は考えなければいけないということだと思います。 じゃあ第2部、ちょっと今ネガティブな話みんなシーンとこうして、ああもうダメだ。まあいいや、俺はあと10年しかないからと思っている方もたくさんいらっしゃるけど、若い今の前の方々は18歳ですからね。まだまだ、あと10年で死なれちゃ困る、うん。じゃあそのためにこれからどうすればよいのかっていうのを少し考えてみようと思います。 で今みたいな話があって縮減をしなければいけないしその縮減っていうのが新しい経済システムっていうのを導入しなければいけないって考えたら普通の人は我慢しかしないですね絶望的になってくるだからエネルギーも資源も使っちゃいかんのだろうと明日から何かをやめる何かをやめるみんな我慢なんだそもそもそういう思考回路で今の問題を解こうと思ったって解けないだからこそ我々は今思考回路を変えなきゃいけない 例えば、これ今いろんな問題がありますけど、例えば、プラスチックの問題。レジ袋やめましょう。で、みんなやめました。もレジ袋全部やめたって、日本が使ってる石油の0.2%にもいかない。あまり効果ない。じゃあ次にやることは何ですかって言って、今度は今年の4月から、使い捨てプラスチックやめましょう。うん、確かに2%ぐらいの効果があるかもしれない。 じゃあその次何するんですか知ってる人いらっしゃいますかないんですよ戦略が国もないでそういうふうな思考回路今できることをどんどんやっていく思考回路ってフォーキャストって言います思考の形態フォーキャスト・シンキングって言いますでそうではなくって2030年どんな社会を作りたいのプラスチックを使わない社会を作るのか プラスチックというのがあってもいいけどもそれはこういうルールで使うプラスチックというのがある社会を2030年にしようというのを先に設定するそしてそのためには何をしたらいい何をしたらいいって順繰りに未来から現在に戻ってくる思考回路これをバックキャストと言いますで結論から先にお話をしますと目の前にある制約を排除できる場合はフォーキャストの思考回路でも大丈夫です。 ところが地球環境問題って排除できないですね。排除できない場合は残念ながらバックキャストという思考回路を取らざるを得ないんです。もうちょっと絵に描くとこんな絵になります。今、ここにいます。プラスチック問題でレジ袋、プラスチックバッグやめましょう。次に使い捨てのプラスチックやめましょう。次何するの、まあ、やれるところからやっていきましょうって言ったら本当に持続可能な社会に向かうのかしら。 誰もわからないそうじゃなくって最初からどのような価値を社会に提供するのかってこの社会っていうのを先に設定しちゃいましょうじゃあそのために何するんですか何するんですかずっと戻ってきたらひょっとしたらここにここにレジ袋っていうのがあるのかもしれないわかんないそういうふうな思考回路でいくこれがバックキャストですこういうふうな思考回路じゃないと回は出ないですよねということですだから今の延長に まあ、あんまり失礼なことを言っちゃいけませんけどもサーキュラーエコノミーも SDGs もやらなきゃいかんのですけども今の延長でそれをやっても持続可能なな社会とといいうところにはつながらないんですよだから我々はまず未来の社会をデザインして未来の社会に必要なテクノロジーやサービスやいろんな政策は何かっていうのを考えるそしてそれをバックキャストで今からどうしていくかってアプローチをするっていう手法を取らなきゃいけない。 だから例えば電気自動車がある何でもかんでも今世の中の車は電気自動車にしなきゃいかんみたいに思ってる人がいっぱいいる確かに走る時には二酸化炭素を出さないじゃあ電気自動車っていうのは環境親和性があるのか環境フレンドリーなのかというとなかなかそうはいかんぞえ例えばこれはあのエネルギー密度っていうんですけどもガソリンとかこんなところにある 電池っていうのはこんなとこころにあるこれは体積密度も質量密度もガソリンに比べたら100分の1ぐらいなんですどんなに素晴らしい電池を作っても論理的に電池がこれと同じぐらいの密度になることはありえないどういうことを言ってるかっていうと密度が100分のあのエネルギー密度が100分の1なんで。 ガソリン 50cc ではリッター2 0キロ走る車は1キロ走る、1 0 0 0ル走る。ところが電池 50cc で1 0ルしか走りませんということです。だから車のエンジンをモーターに変えて、燃料タンクを電池に変えたって、走りゃせんのですよ。だから、まあ、日産リーフって書いてしまったな。これ見ないでください。だから、 日本の電気自動車は一生懸命頑張ってなんとか4 5 0キロの電池で4 0 0キロギリギリ走れるところまで持ってきただけどもガソリン車だったらたっと2 5キロで5 0 0キロ走っちゃうわけですよもっと大変なことは電池を作るのにものすごいエネルギーがかかります縦軸環境負荷です横軸走行距離とりますこのブルーの線これはガソリン車この緑の線が電気自動車です作ってる段階で 電気自動車の方が環境負荷倍ぐらいあるんです。日本の場合は。そして走って、じゃあガソリン車と電気自動車がどこで交わるんですかって11万キロ走らないと環境負荷は同じにならない。だから11万キロ走った後は電気自動車の方がいいんですよ。だけど16万キロは電池変えるんでまた負荷大きくなる。<laughs> まあ他に言いたいことはたくさんあって、まあ銅の使用量とか4倍になるとか、 えらいいいことがいっぱいあるわけですよじゃあ石田が言うのは電気自動車はエンジン自動車の代替にはならんのだと。じゃあ石田は電気自動車は反対派か。これがフォーキャストなんだね。こういう思考回路が。原子力発電いいか悪いか先生って聞かれたって何を根拠にいいか悪いか判断するんだってやっぱ思っちゃう。そうするとめめしいとか言われるんですよ。 でそういう思考回路。これは事実なんだけども、こうだからといって、電気自動車がダメだっていうことではない。じゃあ、電気自動車のメリットは何か今の車のエンジンをモーターに加えて、今の車の燃料タンクを電池に変えるから、機能が出ないんです。だから、バックキャストで考えてみる。でそもそも、車のいらない社会を作った方がええだろう。うそういう車のいらない街を作ろうよ。 こういう社会をまず作ろうということを設定します。じゃあこういう社会に必要な移動媒体。ハンディキャップがある人もあるだろうし、商用的に物も,も運ばなきゃいかんだろう。だから、その時の移動媒体っていうのは何か作らなきゃいけないんだけども、それは人間と移動媒体が同じ目線で街の中を移動できるというネットワークっていうのを持たなきゃいけない。 じゃあこれをやるためにどういう車が移動媒体が欲しいのって言ったらおしゃれな1人の利用2人の利用の移動媒体そうすれば走行距離もそんなにいかなくていいしたくさん荷物を運んでいくわけでもない町乗りをすればいい長距離はガソリン使いばいいんですよあるいは水素使えばいいんですよ何でもかんでも一種類でやろうとするからむちゃくちゃこんなことになるそうするともっとやらなきゃいけないことがまず今の車を電気自動車にして 電気自動車って長距離走れないんだ充電するのもガソリンだったら2分でできるのに、うん、1時間も待たなきゃいけないんだいろんなことを経験してやっぱりこういうおしゃれな1人乗り用2人乗り用の移動媒体がいいよねでもこれだと移動媒体と人間の距離があるよねその距離くっつけようよねそうするとだんだんと車のいらない街ができる。こういういうな発想に立てば今までの 概念とは違うけども、電気自動車のメリットが出てくる。こうこういう思考回路がバックキャストと言います。まあ、買ってくださいとは言わないけど、こうなんか出てきたんで、もしご興味があれば、あの大変よく売れた本でございます。あのバックキャストの本ってないんですよね。なかなか、はい。もうちょっと置いときましょうか。メモ大丈夫ですか。はい。<laughs> はい、次行きます。 だ例えばもっとそれをあの応用させてみましょう。例えば2030年にお風呂に入りましょう。一回お風呂に入ると300リッターの水がいて、それを20度から40度に温めます。2030年の日本の世帯数4,900万世帯ですから、300リッターの水を全員が使うと27 25メートルプール27,500杯の水がいる。それを40度に温める。そんなエネルギーも水も2030年に供給できません。じゃあどうやってお風呂に入りますか はい、10秒考えてくださいはい皆さんの頭の中に描かれたものを僕が投資をしてここにポッと出しますほら思った通りでしょう大体多くの方がこう思った入浴回数を減らそうシャワーにしようあの体を拭くだけにしようこれ豊かですかワクワクドキドキしますかしませんよねこれが フォーキャストの思考回路なんです。フォーキャストの思考回路は制約を排除しようとする。排除ができないと我慢になるんです。だから環境問題って排除できない。だからみんな我慢になる。だからそこから生まれたのが政府関係の人いませんよね。元官僚がいるだけで。<laughs> 排除できないもんから我慢をする。そこから生まれる発想は節水、節電、省エネです。 これが悪いとは言わない。悪いとは言わないけど、それは決してワクワクドキドキするものではない。未来の子供たちにもっと環境厳しくなるのに、もっと我慢することを強いるんであれば、我々は大人として失格。私は研究者として失格。コウさんは経済学者として失格。という話になってくる。企業もワイズバイツももしそんなことを考えたら、企業として失格。そういうことになる。これバックキャストで考えてみましょう。 バックキャストで考えるとまず未来を設定すればいい制約の中で豊か水も熱もそんなに使えないよでもこれどんな答えがあってもいいんです僕の場合はやっぱり風呂に入る水のいらない風呂にするほらみんなの頭でどうやってってすぐ思うでしょうそうじゃなくてまずライフスタイルを描くあるいは社会を描くでそれからこれ考える いいろいろ悩みましたこれもういつも僕が講演で使うのが一番最初に悩んで7か月悩んだ7か月も、まあ、給料泥棒ですよねその頃会社勤めしたから、はい、何の役にも立たない7か月7か月経ってやっと気が付いたのは僕はもともと地球物理です地下ですそれから会社で材料科学をやって地下ですでその頭では要は我々が習った学問でたかが250年なんですよ そして近し源エネルギーを使ってものを作ることしか習ってないんですこの頭では答え出ない。ところが地球は46億年の歴史があってさっき言いましたように生命38億年そして地球の自然は完璧な循環を最も小さなエネルギーで駆動してるんです。持続可能な社会っていうのは現実にはそこしかない。であればそこに神戸を垂れて学べばいいだろう。 虫はどうやってお風呂に入るの動物はどうやってお風呂に入るのそういうのをずっと探していったら泡というのが見つかった泡を70度ぐらいに温めて浴槽に入れれば体が温まります泡がはじける時超音波が出て体の汚れを取ってくれる取れた汚れは泡の表面張力で泡の表面についてもう戻ってこないなんじゃらほいこんなお風呂が出てくる これ3リッターのお水で入れます。こっち、車椅子のまんまのお風呂、これで6リッターです。3リッターなんで軽いんですよね。どこへでも持っていけるお風呂ができちゃう。誰も白紙でも何もしてくれないからいいんですけども、7ヶ月も。<laughs> いいです。無理強いしません、無理強いしません。あの、いいんですけども、 要するに地球環境制約って言ったらみんな我慢だけどもそれを肯定したらこんなものが生まれるんだよ全然違うアイデアが出るんですこれがバックキャストっていう思考回路ですでそうすると2030年のライフを厳しい制約の中で心豊かに暮らせる生活シーンを描いてそこに必要なテクノロジーを抽出してそれを自然の中に探しに行って そしてサステナブルっていうフィルターを通してリデザインをしてやるこういうものづくりができますこれをネイチャー・テクノロジーと僕は読んでこれは僕はライフワークになってます、はい、まあ今までいろんなものを作って今まで市場にあいろんなものをあの投入してきましただけども、えー、そういうテクノロジーの開発をする中でやっぱりどうしても超えなければいけないのがここです心豊かってどういうことなんだ この心豊かっていうのが定義できないと、ここがあやふやになるとここから出てくるものはみんなあやふやになってしまうんじゃないのか。だから心豊かであるであの心豊かであるっていうことが定義できるのか。これは定義しなきゃどうしようもないということでこれも長いことをやってきました。で僕が言ってる心豊かという話をするとみんなこんなものは人によって違うっていうか違わないんです。 実はポジティブ心理学の世界では幸せって大体こんな構造を持ってるのも分かってます。半分は遺伝です。そして10%が地位や名声、財産。残りの40%が意図した行動って言って他者からの刺激あるいは自己の意識によって行動を変容させることができる。豊かさの方に。で、僕が興味持ってるのはこの40%。この40%を、まあ、幸せっていう言葉を使わないで豊か。 ととといいいうう概念でで表示ききないのかということを随分やってきました、まああの今まで6,000を超えるバックキャストライフスタイルを作って社会,し社会的にどういうふうなものがあの好まれるかみたいなのもやってきたし、えー、600人以上の,その90歳ぐらいの方から制約の中で豊かであった暮らし方ってどんなことだったんだろうということもヒアリングもずっと続けてきました。まあ、そんな中で 一つ心豊かであるっていうのが絵になりました一番最初世界に発表したのが2013年でその時はまだ複雑な絵だったんですけども2015年に今これからお話をするような形のものが出来上がりました「心豊かである」っていうのはどういうことなのか今我々は依存型の社会で暮らしてます依存型の社会っていうのはあなたは何もしなくっていいんですよテクノロジーやサービスが全部やってあげますからねっていう社会です ブレーキ踏まないでも止まる車。全自動のなんとか。もうそういうものが溢れかえっている社会です。ところが今の多くの方々、まあこれ極端に行くと完全介護型って言って、健康な人をベッドに縛り付ける。初日は嬉しいけども、10日目ぐらいになったら気が狂いそうになる。1ヶ月もすると、とにかく俺にやらせろというような状態になってくる。嫌なんですよ、みんな。ここは。もうここやることがない。 某,あの某家電メーカーのこの間あの設計の責任者の役員の方々とお話ししてたときにあの言っちゃいけないんですけどもピーって頭につく会社ですねパナーなんとかっていう、うん、あの正式な会議が終わった後いっ一杯飲んでると「先生ね実はねもうやることないんですよ」<laughs> 冷蔵庫をスマホでコントロールして楽しいと思いますか?」ってって「やってるのはお前らだろ」って。 やることないんですよもうそんなことだここはもう本当にもう出来上がってしまっている世界で多くの人たちはそうではない自立型の社会に移行しようとし自立型の暮らしがしたいところが自立型の暮らしっていうとインターネット引くと古民家野菜作りうん そそれかからら田舎暮らししんなな話しか出てこない最先端テクノロジー何にも出てこないそして自給自足が出てくるここで暮らしてる人がこんな暮らしなんかできないです全然できないです僕も沖永ラブ島に移住してえこれ5時までいいんだよね沖永良部島に移住して偉そうに自給自足とは言わないけども野菜ぐらい自分で作るぞ無農薬で種からじゃ無理だから苗買ってこようきゅうりとナスびの苗買ってきました 3日目に葉っぱがなくなくる1週間経つと茎もなくなるだけど隣の畑ではおじいやおばあがキャッキャッ言って僕を指さして「お前大学出たのか?」って最近うちの集落では大学出たのかが流行りです僕が何かできないと「お前本当に大学出たのか?」かわいそうにって言われます <laughs> 無理なんですよこここれなぜ無理なのかっていうと 実はここに大きな隙間が空いてるか豊かな暮らしっていうのは実はこの隙間を埋めるこの隙間を埋めるっていうのがこれからの縮減した自律的な暮らし方でありそこに必要なテクノロジーやサービスの宝物がここにザックザックあるところはこれバックキャストという思考変からなんて見えにくいじゃあここの構造どんな構造を持ってるかっいったらこんな構造を持ってます これはちょっとした不自由さ不便さを子やコミュニティの知識知恵技で埋めるいいですかちょっとした不自由さこのちょっとしたっていうのがあの大事なんですけど僕はそれ喜ばしい制約と言ってますけどもちょっとした不自由さを子やコミュニティの知識知恵技で埋めていくんですそうするとここに愛着感達成感充実感が生まれる この時間があったらこの「なぜちょっとした」っていうのは実は脳科学の世界で大体それが分かってきてるんですけどもまあ,あの大変な制約だったら嫌になるこの「ちょっとした」という制約これが大事なんですそれでこう埋めていく間を、まあ、埋めると愛着感達成感充実感が湧く例えばどんなことか車から自転車に家庭菜園 DIY 週末アウトドアこれみんな。 ちょっとした不自由さ不便さを自分の知識知恵技で超えてますよね。そうすると、例えば DIY で棚を作って、ぎこぎこぎこノコ切りで切って棚を作ると歪むんですよ。でも歪んでもそれに愛着が湧くんです。家庭菜園で曲がったキュウリ作る、曲がっててもすごい愛着が湧くんですよ。 そそういうい世界を我々はは本当は望んでるしここれこそが心豊かな暮らし方の形とということになるんですだから縮減という概念これは何か我慢だと最初は思うかもしれないけどそうではなくって我慢ではなくってこういう縮減の中にちょっとした不自由さ不便さを知識知恵技で埋めていくという新しい価値観っていうのが存在するんだよということを分かっていただければと思います。 じゃあ、そんな社会に本当に移行できるんだろうか。という話に入りたいと思います。はい。実は今回のコロナ。というので。それが壮大な実験ができたと思ってます。なぜかというと、今回のコロナ。三密という制約がかかりました。その制約を、我々は超えてる。まあ、超えられない人もいたかもしれない。その制約を超えて、三密の中で豊かさっていうのを一生懸命。探した人もたくさんいる。であれば。 それが日本だけじゃななくて世界的な規模でで起こったわけですじゃあそれを丹念にデータを集めたらひょっとしたら我々はこの今の状態から定常化社会へジャンプするでそういう加速器という一つの概念を見つけ出すことができるんではないのか。ということで僕はこの2年間300人ぐらいの方に丁寧に1人1時間から2時間インタビューを続けていきました。 でそうするとあのまとめたのは後でお話ししますけど2つの大きな学びがございました。1つはライフがワークの形やビジネスの形を変えうるということが分かりました。まあこれはちょっと詳しく話をする時間がないんでそれを一番下だけ見てください。これずっと議論をしていくと一番下。子としていろいろなことをデザインできる能力が評価される時代があぶり出された。今回のコロナで。 これどういうことかってい個と,というのは個人家族関係者小さな企業小さな行政なんですけども今までみんな横並びだったみんな横並びだった誰かがミニスカート履いたらみんなミニスカートって言ったらこの間ミニスカートって何ですかって聞かれて「ああそうじゃないパンタロンって言ったら余計分かりません」って言われたんだけども何て言ったらいいのか最近の,あの知らないんで最近「アミロナミエの服装」っていうふうに言おうと思ってたんですけどもアミロ,ロナミエもよく僕には分かってないんでまあどちらにしてもみんな横並び。 みんんなな横並びなんですよねでそうではないよ自分の身の丈だとか自分の個性に合った暮らしや学びや働き方そういうことが許される時代これをもっと言い換えると我々はそのずっと自由を求めてまあ数軸の時代って紀元前5世紀ぐらいを数軸の時代って言うんですけどもそういう時から人間って一体何ぞやっていう問いかけがずっとかかってきた。 そのの中で旧国の目的は自由だとところがその自由を求めて戦争したり今もやってますよね自由を求めて戦争したり略奪をしたりしてきたところが今回これでコロナの中で制約の中であなたの自由も認めるけども私の自由を認めてねっていうこの個のデザインというのができたできたというよりあぶり出されたおそらくこれは僕が江戸時代ぐらいにできたんだろうと思ってますけどもそれが表に出てきた。 これはすすごいい発見だったと思いますそしてもう一つ2つ目の発見実は今回のコロナでアメリカイギリスでは30%日本でも僕の計算では30%以上減りました特に日本ではロックダウンもなかった強制じゃなくって「3密よお願いね」というだけでみんなが協力をして30%減らしたこれまさに 三密という制約の中で多くの人たちが多くの工夫をして暮らしや仕事や学びをデザインしたまさにこで暮らしをデザインするっていうことで新しい豊かさを作り上げたんですものすごい大きなことをこの3年間で我々はやり遂げたでもまあ某政府某政府っていかあ <laughs> 政府も大企業も元に戻そうとしている一生懸命 でもこの経験をしたのは元に戻りません絶対にすぐこういうのが表に出てくるこういう経験を我々はしたことはすごく大きいと思ってますでもしこれが僕の言うのが正しければ我々は未来の社会をこのコロナのデータを使って描くことができるこれも最近の,あの僕の仕事です何をやったかっていうと、えー、今回のコロナの中で その制約の中で豊かであるっていう人たちがいっぱいいて9割の人たち僕がインタビューした9割の人たちがそういうポジティブなキーワードを見せてくれたでキーワード215個集めましたでこのキーワードを組み合わせればライフスタイルができますよねライフスタイルを描くことができるこれもまさにバックキャストで描いてるライフスタイルのことにと同じことになるで,でそれを300描きましたで社会っていうのはライフスタイルの組み合わせですよね だからら個ぐらい、この300を50個ぐらいの束にいくつも作ってそれを縦から見ると横から見るとそうすると年のの社会に必要なキーワーワドっていうのが見えてくる。今度はそのキーワードを使って社会を描ければ2030年のあり得る社会というのが描ける社会デザインこれができるわけです。これまだ本にしてないんですけどもちょっともったいなくって。 ただこここままでの過程はあの本にしました。これ,これもおかげさまでベストセラーって4ヶ月ですけど僕のベストセラーっていうのは1年もたないんですよね4ヶ月ぐらいしかベストセラーにならないんですけどもまあよくあの売れました2030年のこれはその手法論を全部書いてありますでその今回描いた社会88の社会これをまとめてみると2030年の社会はこんな社会だっていうのが かなり明快に見えてきますそれはこのデザインというプラットフォームの上に自然を近くに豊かな脳と食域内で循環するものやこと未病と健康豊かなローカルこんな5本の柱が突き立っているようなこれが年の社会ですでこういう話をすると先生 AI とかなんとか今の DX とかなんとかどうなるのそれは AI が支配する社会ではなくって僕たちが AI を支配するんです。 だから例えば域内で循環するものやことの中に我々は AI を使いこなしているそしてここの世界は DX じゃなくてすでに SX なんですサステナビリティ・トランスフォーメーションなんですでこういうものが見えてくるということです例えばこれどんなことかって言ってこれ88個書いたの全部お話しすることできない例えばこの域内で循環するものやことというの一つだけお話をするとそれは物を持たない社会みたいなことが出てきます これのポイントだけ出すすととここんなことになにります物を持たない社会っていうのはユーザー側は家電製品も服も持たない暮らしで物は使用量によって課金されますよどのように使用されたかは物に組み込まれた情報端末によって管理されますよというような物を持たない社会ができるでしょう。そうするとユーザーメーカー側は長寿命で故障しにくくって故障しても簡単に修理ができるような設計に変更して 従来型の使い捨ての設計とは全く異なる設計文化。そういうものができるよね。そして物の機能が劣化しても部品は他のものにも利用できて、物の寿命が終了して初めてリサイクルされるんですけども、リサイクルリユースされることを前提に初期設計されているので、もう自然からバージン原料を搾取するってことはもはやないんです。一つの例ですよ。こういう社会が2030年のあり得る社会だろう。そして一方では、 おじいちゃんにもらった懐中時計、古いけどたくさんの思い出のある車などを大事に丁寧に使って維持していく文化もそこにはある趣味としての小物や家の家具を家族やコミュニティで作る DIY をサポートする匠やそれをサポートするシステムも共存するそれがこのデザインこの両方が共存をするような社会っていうのがおそらく2030年の社会になるんだろうっていうふうに考えています。 そうすると先ほどの「縮減をする」という社会に必要な資本論って一体何なんだということになります。で僕は経済学者でも何でもないんですけどもこういうふうな社会っていうことを考えた時にこんなことを思ってみました。えー、資本主義っていうのは資本の無限の増殖活動の中で 人間はそのシステムに組み入れられててパースとなっている。これは正しいと思う。だけども資本主義が人間の消徳性にかなっているなら人間は幸せになれるしそうでないなら必ずどこかで病むことになる。今病んで,ますでじゃあこの資本主義の資本の無限の増殖活動が悪いのかいいのか僕には分からんけども。 これを今否定したって世のの中はそう変わらんのではないでか。じゃあ資本の無限の増殖活動っていうのを肯定する中で先ほどの縮減っていうのを維持できる資本論って一体どんなことかと思ったらこんな絵が描けるんではないのか。例えば資本というと循環再生すること要するにぐるぐる回ると利益が生まれるものなんだろう。そうすると無限の増殖活動があっても、 お金だけじゃなくて人的資本がぐる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 無限の増殖活動を行えばコミュニティ知性社会性が生まれるではないのか自然資本がぐるぐる回れば豊かな生態系サービスが生まれるではないのかあるいは物的資本がぐるぐる回ればこの自然資本そのものの保全ができるし生活の質も上がってくるんだろうこれまさに縮減ですよね。そして文化がぐるぐる回れば歴史ができお金がぐるぐる回れば経済格差が是正されるんだろう。 こういうふうな形の資本論もあっていいのではないのか我々は今まで資本っていったらお金のことばっかり言ってたでそうじゃない、まあ、これ社会的共通資本というのにも近いのかなというふうに思いますけどもさらにはこれが縦にもつながるんだ要するに縦にも横にもつながっていくこういうふうな新しい資本の概念というのをベースにして我々が産業を行うあるいはサービスを行うあるいは政策を考えるということが 今本当にに望まれていいいいるのではないのかなかう,ふうに思います、はい、一番最初に申しました「縮減の中に新しい経済システムを導入しなければならない」と申しましたけども今みたいな格好でいけば縮減っという新しい暮らし方や社会のシステムの変化そしてそれを支えるために資本という概念の新しい切り口。 そのの両方がが共存でききるようううなな社会が少し見えてきたのかなといいうふうに思いますこれ実は沖永良部島で日曜日にシンポジウムがあるんですけどもそのために描いた絵なんですけども、えー、我々のこう島というのは島ですからいろんなものを島外からいっぱいいっぱい買ってる400兆円の生産があるんですけどもなんと170兆円も生きがい収支でマイナスなんですひどいんです それはそうですよねガソリンも全部買ってる。電気の,あの,あの石油も全部買ってる。食料まで買ってる。全部鹿児島から2割増しで買ってる。そんなことしてマイナス178兆円、1 0 8億円。そうじゃなくって、縮減しようよ。そしてそのためにはコミュニティ、自治の形態をもっと変えていこうよ。 小規模多機能自治って今この説明をする時間はないんですけどもそういう自治に変えていこうよ食も自立をして自分たちの島の中で作って島の中でぐるぐる回るような食の形態にしようよエネルギーも自分たちで作れるものは作ろうよ集落ごとに発電所を作って集落の人たちみんながそこの社員になろうよそして森もせっかくジャングルがいっぱいあるのに森ももっともっと豊かにして 自然の再生をして。カーボンオフセット、うっちゃえみたいなことも考えようよ。そうすりゃ、年を取るのが楽しくなる。一生働く一生学ぶえ、そういう共助の暮らしができるんではないのかな。まあ、こんなことを考えてます。はい、まあ、あの2030年最後になりますけれども、心豊かな。暮らしの形はちょっとした。不自由さや不便さ。何度も言いますけれども喜ばしい。制約。これを。 声やコミュニティの知恵や知識や技で乗り越えていくことだと思いますそれこそが自然の循環と同化できる唯一の持続可能な暮らし方の形なんだろうと思ってますそしてそれこそが縮減であり縮む豊かさなんだそうも今信じていますそんなバトンを未来の子どもたちに手渡したいと心から思ってますどうもご清聴ありがとうございました はい、えー、先生ありがとうございましたはい、えー、本当にですねあの分かりやすくてどこまで分かれた分かっていたのかなんか自分自身もですね理解できたのかっていうのが怪しいところではあるんですけども一旦ですねちょっとあのえっ、ー、と十分ほどですね休憩を挟みですねちょっとおトイレ行ったりとかですねお水飲んだりしていただいて皆さんですねぜひあの後半戦ですね17時から えー、こうパネルディスカッション始まりますけれども、あの会場の皆様とですね、あとオンラインの画面の向こうの皆様もですね入りまして、今のですね先生のちょっとお話にちょっと質問とかですね。 えなんかご意見とかあるかもしれませんので、ちょっと積極的にですね、ご発言をいただければというふうに思います。あと特に高校生ですね、なんかちょっと鋭いご意見ですね、えー、期待してますのでよろしくお願いします。はい、では一旦ちょっと休憩入ります。はい、えー、では17時また再スタートさせていただきます。よろしくお願いします。 はいでは時間になりましたので、最後のですね1枠になります。石田先生をですね囲んで、現役高校生、あとですね、昔の高校生、代表で、特に長野さんですね、頑張っていただきたいと思います。改めてあの石田先生、本当にご講演ありがとうございました。 で先ほど、ですねちょっとあの申し上げましたけども、会場のですねえお越しの皆様と、あとオンラインのですねえ画面の向こうの皆様も、ちょっとチャットとかでですね質問とかご意見とかありましたら、お願いしたいと思います。あの時間の限りですねえ皆様の声も少しですねえちょっとお聞かせいただいて、このディスカッションの中にですね入っていきたいというふうに思います。ははいではですね あのトップバッターですね、えー、高校生、ねえー、どなたからか、はい、お話なり、感想なり、ご意見なりですね、いただければと思います。<前>あ石田先生にあの質問がありまして、あの個人的にあのルソーさんの、あのなんだっけ、ジャン・ジャケルソーさんの,あの、人間不平等言論っていう本を読みまして。 その中にあの彼が文明自体が日本人間の不平等を生んでいるっていう一文を読んだんですよ。でそ,のそれがもし事実だとしたらあの今の文明がなくならない限りその新しい時代っていいますかねエラーっていうところにジャンプできないのではないかと思うんですけど、まあ、じすみません持論を持ってきてしまってあの先生はそ,のそ,のそれについてどうお考えかと。 そう教えていただければ幸いです。あのまあルソーがそう言っていることは理解できるんですけども、僕たちは何度も地の革命っていうのをやってきてます。例えば今から5万年前に地のビッグバンっていうのが起こって、我々のその脳の前頭前野の発達が遅れるということが起こった。で遅れるっていうことはどういうことかっていう前頭前野の発達が遅れることによって我々は言葉が喋られるようになった。 普通だったら3歳ぐらいでで前,頭前夜の発達が終わるんですねでそれがゆっくりになったもんだからその間に我々はいろんなことを空間的なその言語を学ぶことができるようになる、うん、で初めてその言葉を使うことができるし未来が自分で描けるようになったこれを知のビッグバンと言いますでネアンデルタル人がそこからポンとなくなったのはどうもその違いだったらしいネアンデルタル人の方が脳の大きさで 1,500cc で多かったんですよ 人間はしかなかなったでそれで我々はもう圧倒的に生物の中でトップになった2番目の地の革命っていうのが、えっと、今からあ紀元前5世紀から8世紀突然のようにインドではブッダが生まれ中国では孔子がイスラエルではゾロアスターがギリシャではプラトンが同時多発的にバワッと出てくるこれは「数軸の時代」っていうんですけども。 で何が起こったかってその我々の頭の中で初めて人間とは何ぞやっていう問いかけが起こったそれがずっと続いてさっき言った我々自由であるその自由を求めるために何ができるんだろうということをずっと考えて今の時代まで来たでひょっとして今回のコロナで次の新しい知の革命が起こったんではないのかと僕は思ってるだからルソーの時代っていうのはちょうどその自由っていうのを求めながら 人間は自由であるべきなんだ自由の中で解放されるもんだ,んだそれがまあルソーは言わなかったけど民主主義だっていうような概念があるんだけどもそれを求めながら自分だけが自由でありたいっていうところから抜けきれなかったで言いたいことは結論はルソーが何と言おうと僕たちはそのために脳、NO、があるんだろう知というものがあるんだろうでこれを使わなければその世を嘆くだけではどうしようもない未来の子供にバトンを手渡せない。 だから我々は変えることができる未来のためにそのために脳が発達をしたもっと発達させましょうというのが僕の答えですありがとうございますえ反応はないの、ええ、いやすごいあの全然僕友達のとあ友達っていうかあの父の友達や友達っていうか父の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 ,父の あの親戚にあの茂木健一郎とかあの脳科学者がいたしてその本読んだんですけどその人と本読んでて全,全然分かんなかったんですけど今先生のお話聞いててなんかああなるほどって今<も> <laughs> 俺は僕は茂木さんより優秀だったすご <laughs> いです,すんはい、うん、英語でお願いします <laughs> you mentioned there's a sustainable capitalism but as far as i'm concerned from what i've learned capitalists are often profit driven meaning that they will try every means to maximize their profit so how would you so how do we make sure that this goal can be made i mean how these corporations will cooperate えー、彼が言ってるのは、えー、まず資本主義っていうのは、えー、資本主義の理念では、えー、目的、えー、プロフィットっていうあの何ですか、ね、利益を求めるっていうのが多いんですがあの企業が,企業が、えー、その利益を求めるのに、えー、共同で、えー、サステナブルな社会にあの作り上げるっていうことは可能ですか まず資本主義っていうのがお金の評価軸だけだというところが僕は変えなければいけないしこれから変わるべきだろうだから人が豊かになるのはお金だけですかお金は多少ななけけければいけないけどもそれ以外のファクトもあるでしょそれは人とのこうコミュニティがあったり自然があったりさっきの一番最後に出したいろんな資本といういろんな形があるでしょう。 人間の資本人間的な資本、まあ、人間関係資本も資本の一つそれから自然があり物があり文化がありお金がある今まではお金だけの資本でキャピタリズムっていうのを話していたんだけどそうじゃないよね他の資本も使ってそして企業の目的っていうのは社会を豊かにするのが目的であるだから他の資本も使って社会を豊かにする とということができれば、それは新しい資本の概念で新しい企業のじゃないない本来の企業のすべきことではないのかなと僕は思います。ま分かった難しい。Um, that's a a brand new idea of a different interpretation of capital. And I think that's a very good <laughs> <laughs> the, the definition of the cap, uh, uh, captivity will be changed. Yeah, we'll uh, change. by nowadays, up to now, it was just uh, discussed by the base of the money itself. but in future, we must change the definition to not only the money, but also to the human beings or any other things. it should be the new kind of the capitalism. オー <laughs> <bound> はい、えー、今のちょっと私、入りたいんですけど、今の議論にですね、<laughs> あの私、ずっと会社経営26年やってきてですね、結構ボロボロになってですね、お前 <laughs>、まあ、いいことやってんだけど、全然儲かってないなと。 ということです、ね、今回あの、ワイス・ワイス積水ハウスのです、ねえー、バックアップ頂い,いてです、ね、これからハバったコートをしているわけなんですけれども <laughs>、はいえー、ありがとうございます。一方ですねあの、お前がやってることはね、まあ、こういうシンポジウムを含めてです、ね、確かにいいことやってるけど、全然儲かってねえじゃねえかと、ちゃんと儲けなさいと。 あのいうのがですねやっぱり今の,あの経済社会の中でですね、いくらやっぱりいいことやっても、ですね社会に評価されても、やっぱり会社っていうのはあの残念なことに、一年に一度決算が来て、ですねはい赤字になると、ですねまあ3回赤字を続けると、ですねあの銀行もですねあの態度が変わるっていう、ですねまあそういう世の中の中で、やっぱりその私もあのそんなふうに先生がおっしゃるように、ですねお金だけじゃないえ価値、例えば、 え人を喜ばせることとがでできたのかとかですね幸せにすることができたのかとかそれから環境に貢献することができたのかとまあそんなことでですねあのなんか評価される時代が来たらいいなと思ってですねまあそれが今でいう ESG 投資っていうねあの考え方が出てきてるんですけどもやっぱなかなかですねえまあ現実的にはですねまあそういったことっていうのは評価 あのしていただけなくです、ねまあ、相変わらず計算書を見てです、ね、あのプラスだマイナスだっていうのに、まあ、収支してしまっているっていうことであの、まあ、ただ一方ですねやっぱり世の中っていうのはあの先生がおっしゃる通りやっぱりお金だけではです、ねえー、ないのであるとそれをずっと追っかけているとやっぱり社会が劣化していくし人間もやっぱり寂しくなっていくということも分かっている中でねあの今日のお話があったかとあの思います。 でえっと、このやっぱ未来をねじゃあどこに本当に向かっていって何が価値があるのかっていうのをですねやっぱりこっからの時代のやっぱ私たちのこのこれから先のねやっぱこのジェネレーションがあのこの社会をねあの変えていくあの原動力じゃないかなと。でその中でも今あのグレータちゃんっていうね子があのすごく話題になりますけれども実はあのグレータちゃんもグレータくんもですね あの日本にいるのであるということで僕はですね今日あのあの壇上にね上がってくれたこの6人というのがやっぱり日本を代表する日本の,まああの,その変えていくねあの本当にえ6人ねに出てきていただいているということで何が言いたいかっていうとですねこのみんな6人があの未来を変えていくんですよと。 あのいうことをですね私のメッセージとなんかしたいなというふうに思うわけです。はい、すみません、ちょっと、はい、よた話でした。はいえー、では、ですね次、はいえー、どなたか、高校生、はい、先生の話を受けて。質問なんですけども、えー、ちょっとした不自由、不便さを、えー、コミュニティの知恵、知識で埋めていくのは賛成ですが、この東京で、 そ,れをそ,のそもそもコミュニティという概念がない東京で、えー、これどうやって始めるのかっていうのが質問なんですけどももちろん宴席街であったかいっていうのがあるんだけども焚き火ってやっぱ揺らぐんですよ炎が飽きない F 分の1の揺らぎっていう。 うん、でそうすると人間って飽きなくて集まってくるそれがコミュニティコミュニティってのはこの指止まれじゃないんですよ誰かが何かをしてるとそれに共感する人がじわじわと集まってくるこの指止まれっていうのは決して絆ではない、うん、だから大事なことは最初からコミュニティを作ろうなんて思わなくてもいい一人で何かを始める でそうするとそれを見てるる。る人が憧れれそそうするとそれに共感する人がじわじわと集まってくるそれでいいんではないのかあなたたちだってそうでしょ誰かが言い出して「FSC ってこんなに素敵なんだ」「じゃあ俺も参加する私も参加する」ってこの6人が集まってで6人がこういういろんなそのアクティビティやってる中でどんどん強くなっていったんじゃないの だから東京だからできないだとか地方だからできるとかそういう話ではないあなたたちが半歩一歩踏み出すかどうかにかかってるありがとうございます <laughs> ですねまあ要はあの全然反論して構わないんだよ僕は自分で大先生だと思ってるわけじゃないし僕は怒られても素直に受け取るタイプですから。 一旦じちょっと高校だったのは10年ぐらい前なんで <laughs> あ,あ違うあ笑いすぎ <laughs> なんですけど、まあ、本当あの,あの頃には全くもって男の人にどうやったらモテるかだけしか考えてなくてですね本当この6人がこうやって我々大人の所業の尻拭いをですねこんなに 考えてててくださってるっるうので本当に恥ずかしい気持ちで今日はいっぱいですしまあ,あの先生今おっしゃられたとにかく何かをやってみることから人が集まってくるっていうのは私も今とりあえずやめ割と無計画にやめてみたけど。 まあそれなりに確かにいいことをやってるけどまあお金をどうやって儲かるかはちょっとよく分かんないままやめましたけどまあそれなりにお金くれる人がいてですね <laughs> それなりにあの今退職バブルで皆さんお声がけいただいてえまあいいことをやっててお金ももらえるなんてなんて素晴らしいんだろうっていうことで今大変自由を謳歌しておりおるところです。ーーよねね違う感感想あ感想は、ね もうなんかあの盛り上げを立ち上げて良かったってすごい思い思いました。あの森の子とか先生が最後おっしゃった心豊かな定義のあのぐるぐる回る資本主義の一つに日本の中である資源っていうときにこの7割が森っていうのはすごい実はあの素晴らしいことで世界はねこの。 おっっしゃったように森は減ってるけど日本はここ最近ずっと2,500万ヘクタールで維持されていてですねまあちょっと手入れが行き届いてないあのところもあるのでまあそこさえうまくこのせっかく先人が残してくれたものを生かしていけばまさにそのぐるぐる回って利益とかまあ人も豊かになるとかそういう新しい資本主義の まあちょっとね、政府もね、岸田政権もなんかちょっと違う感じで新しい資本主義言ってますけど、もうね、官僚辞めた途端にこう政府批判するの良くないですよね、あのそれは良くないです、私はもう彼ら、彼らで頑張っていらっしゃるということだと思いますけれども、あのそういう新しい資本主義っていうのを、自分なりに何かこう、実現していくっていうことを、まずやって、そして、 まあ失敗しても、まあ、これはあのおばちゃんやったけど失敗だったっていうことを皆さんに引き継いで同じ晴れ町を繰り返さないようなことをあの始められるのができたなっていうのですごくあのよかったなと思,う思ってなんかすごい感想感想でよかったんでしょうか,かあの資本主義って話がいっぱい出て僕は資本主義って言ったら経済学者ってなのかって叱られるから資本論資本論って言ってるんですけどもああの経済学者がそこに一人いらっしゃるんで。 あの今日の僕の話を聞いて、いいとこ悪いとこをちょっと伺うっていうのは。僕が質問してもいいですか。<laughs> あの私が尊敬する高津たかしさんがいらっしゃいますんで。はい。じゃあこ、高津さん、はい、よろしくお願いします。じゃあ自己紹介を、ちょっといただければと思います。すみません、あの別に僕は学者でも何でもありません。あの石田先生の一人の弟子入れでしかないんですがなんか今日必要に、あの恩師から、あのお前もなんかちゃんと考えている。 考えてていいるのかという叱責を受けましてご指名でございましたのでちょっとお話をじゃさせていただきますが別に今日私自身はずっと経済学を勉強してきたので経済学の方から社会を見てますけど石田先生が見ておられる社会っていうのと僕が見ている社会っていうのはほとんど変わりがなくて同じ山を違う角度から見上げているような気持ちでお話を聞いてました。今質問があったようにじゃあ 今僕たちが立っている現実からこの石田先生が言ったニューキャピタリズム新しい資本主義にこうどうやっていくのかっていうことについてずっとさっきから考えてるんですけどあの資本主義という言葉と市場メカニズムあのマーケットメカニズムっていう言葉があってこの2つは一生のもののように時々言われるんだけれど実は違うもんなんですよね。マーケットメカニズムというのは我々が 一人一人がワンボート投票権を持っていて企業の価値にしても商品の価値にしてもそのワンボートでそれをどう評価しているのかっていう投票権を持っているようなメカニズムでそこには多数決が鑑定するわけです。つまり一番たくさんの人がある評価をすればその評価がマーケットの評価になる。でさっきあの一生懸命頑張っても企業,企業の業績が上がらない これはまあ金銭価値で利益を評価するそういうことってまあまあ起きるわけですけれどもでもすごくあくどいことをやって利益を上げている企業が作っているものを我々がみんなが買わなくなればその企業は儲からなくなるわけですねそれから自然を壊しながら利益を上げ続けているの企業に対してその企業の株式を誰も買わなくなればその企業の株価は暴落するわけです結局 ワイスワイスがこれまで努力をしてきたことが残念ながら今言ったその一人一人がボーティングパワーを持っているマーケットメガジズムの中ではマジョリティがそれを評価してこなかったことは事実なんですね。でななんだろうっていうこといこわけですで石田先生が今日お話になっていることっていうのはすごく遠い未来のこ,とのことを我々が今日のこととして感じれるかどうかっていうおそらく問いかけで。 またこの、ここを離れた瞬間、我々は経済の中に巻き込まれていって、やっぱり利益を目指しながら、あの、生きている企業とか組織の中にこう、帰っていくわけですけど、だけれど今日提起された問題っていうのは絶対なくならないわけですよね。おそらく我々一人一人が、遠い将来、彼らの未来、あるいは彼らの子供たちの未来、 あれさらにその先の子どもたちの未来のことを今のことだと思って本当に考えることができたとするとワイス・ワイスの評価も全然変わってくるんだろうと思うわけです。<laughs> だからあの我々が生きている一人としてできることはそういうようなことをちゃんと自分の一票として評価をすることでそれが今日石田先生のお話の中にあった 心の豊かさなんだろうううといいうふうに思います経済学の中ではそれはユーティリティっていうまあ効用の中に入ってくるものですけれども議論をすごく簡単にするために利益のことだけしか考えないようなモデルっていうのはいっぱいあるわけですけど実は我々はそれだけで生きてるものではなくてあのここにいる6人の皆さんもその自分の心の豊かさの中で経済活動を評価するっていうことを今日から始めていけば あの少しずついろんなことがいい方向に向かうことに貢献できるんじゃないかなというふうにあの思いました。失礼いたいや素晴らしい素晴らしいだかご,ご講演をいただきました。わ <laughs> かりやすいですしね。だかとてもなんかあの勇気をいただきました。はい。やっぱりあの一人一人はねあの本遠い未来じゃなくて。 で夢を今日自分のがその何て言うんですかねボートね投票をしている人生が毎日なのだっていうのをねなんかそんなふうに生きていったらあのすごく案外結構未来っていうのは変えられるんじゃないかなと思って今聞いてましたありがとうございました。 はいじゃあ次あの河野さんねあのさっきからのサスティナブル資本論ね先生繰り返しやりますけども本当にそういう意味じゃ大学出てねもう FSC ジャパンにねえすぐ就職されてまあそこの最前線にあのいますけどもはい今日先生のお話伺ってはい。 ごいますあのまず初っぱなからこのディスカッションが始まってあまりにもハイレベルな議論がいきなり始まったのでもうなんて恐ろしい場に私来てしまったんだろうとあの本当に怖くなりましたけれども。 でもあの私としては今日ここに高校生6人をですねあの連れてこられて皆さんとおつなぎできたことでもう役目を終えて帰りたいような気持ちにも <laughs> なってしまったぐらいですねあの本当に今、衝撃を受けているようなところですがあの先生のお話ですねすごく私自分だったら 自分が今までやってきたことはどうだっただろうってちょっと振り返りながらあの反省をしながらあの聞いておりましたというのをですねあのフォーキャストとバックキャストっていうお話があのキーワードとして出てきたかと思うんですけどもあの我々が今やってるそのアワードをやって中高生の皆様にアイデアを考えてもらってでそれをみんなにまた実現してもらうっていう活動は。 どちらかというとこうフォーキャスト的な思考でこうそのみんなが考えてくれるだろうというところに期待をしてですね、だから自分たちの中でこうバックキャスト的なところがないままにあの走り出してきて今やってるんじゃないかなってちょっとこうかなりあの反省をですねあのしながら。 聞いてましたで思い出したのがですねあのアワード始めて最初の1回目の時にあの受賞をされた女の子がですね高校生の女の子だったんですがその子が自分のプレゼンの中であの言った一言思い出したんですけど「あの大人はみんな未来の君たちにかかってるんだよ」って言って全部押し付けてくるけど「あなたたちもやらないと何も変わらないんですからね」って激を飛ばしたんですよ参加者の大人に。 でも本当に私も含めてその参加している企業さんも含めてですね衝撃を受けましてもう目から鱗というか本当にその通りというふうになったあの日の記憶でそれがまあやっぱりきっかけであ高校生の力すごい本当にこう曇りのないな子でいろいろ意見も言ってくれるし高校生と大人と一緒にこう活動していくことで大人も気づかされて動ける大人になっていくっていう。 こう活動ができるんじゃないかなって思ってこんなふうに今アワードの活動を続けているというところがあるんですがまさにその言葉をですね改めてこう思い出しましてであの私も何回もこうお話を聞きながらフォーキャストで考えてみようと思っても気づいたらばあバックキャストで考えようと思っても気づいたらフォーキャストに戻ってるというのを今今日お話を聞きながらもう何回もちょっと自分の中でぐるぐるしておりまして。 まず、あの石田先生の本も読ませていただいてですね。ちょっとバックキャスト思考まで自分ができるようにならないといけないな。というところ、あの強く反省をいたしました。はい、はい、ありがとうございます。だから先生なんかアドバイスちょっとなんか？お願いできます。あのその高校生のお話は本当と素敵だよね。だから、僕は今あのみんなに言ってるのは昔話をするなと。年寄りは？ 未来のことだけ語れと。俺が昔若い頃はって言った瞬間にダメって言わなきゃいけない <laughs>。本当にそうしないといかんよね。ね、僕たちの責任だもんね。本当にそう思います。まあバックキャストはあのまだできますよ若いから。うんうんあの一個思考ちょっと遠回りするんで人間の脳の報酬系っていうのにちょっとおだまりってやらなきゃいけない。それが苦しいんですけども。 その手法だけ覚えればあのできるるようになる僕は今同時に出るんですね何か問題があるとバックキャストとフォーキャスト使うのが全然違うんで同時に答えが出るんですけどもでそれでベターな方を選べばいいんですごく楽になりますね。でもバックキャストって一番使いやすいのは恋愛問題もうこれもう抜群ですよ。バックキャストで恋愛問題の相談を受けたら「それがその手があったのか?」ってみんな喜んでくれる。 だから昔僕銀座でよよく持ってたんですよもうちょっと大人になったら教えてあげるね銀座の遊び方ねちょっと今すぐ教えていただきたいんですけど、はい、あとで,でね今日残念ながらですね懇親会ちょっとコロナでねあのないんでですね あのねちょっと残念なんですけ一杯飲んだ時にそんな話をですねちょっと聞いてみたいなと思ったんですけどはいじゃあそろそろあの準備できましたなんか今日のコメントはいお願いします。全然質問ではないんですけどちょっと感想を言いたいなって思いまして改めてあのご丁寧なレクチャーありがとうございましたすごい分かりやすかったしさっき河野さんも言ったようにバックキャストとフォーキャスト私にはない視点でしたし先生の何だろう なんか深い深い内容っていうんですかね。ちょっと日本語はちょっとあんま出てこなかったんですけど、教えて嬉しかったです。本当に一時間あっという間やったなってめちゃめちゃ思いました。本あの先生の本って今あの新しく三月に出版されたやつってなんタイトルなんでしたっけ。ちょっと宣伝がてら言った方がいいかなと思って。それがすっと言えなくなってな歳取ると。<laughs> 2030年の未来マーケティングが3月、うん、その前はん危機の時代こそこ心豊かに生きるというのがその前の年その前の年何だったかなまあ志田秀樹でアマゾンを引いていただければ何十冊が出てくると思います <laughs> 多分みんなも今リモートさん今メモってますよね <laughs> ありがとうございます結構私もあ,あまり最初は 今日興味がなかったって言ったら失礼なんですけどあまり関心のないトピックだったので特に経済なんてことは全然質問も出てこないぐらい難しい内容だったので自分からしたらなのですごい興味も湧きましたし先生の本読んでみたいなと思いました <laughs> ありがとうございます Hi, I'm A different definition of capital. But as ordinary people the only thing that we care is how much about the price. We don't we're not gonna see the big picture. The Okina So as ordinary people, um, the price is what really affects us. So there's a term called the green pre premium. Meaning there's one price ordinary but after the after the <laughs> Circulation after all the procedures of environmental protection, this price of the product will certainly go up. So, that, that difference is very significant to us ordinary people. So, how do you think the government or we should do to narrow down this pr premium so that all of us can participate in this, achieving this goal? これ結構難しい内容で、多分日本人の人もあんまり理解はちょっとできてい今、彼が言ったのはグリーンプレミアムという言葉を彼が言いましたけど、これはその地球環境破壊のコストみたいなのを乗っけると、今売られているものって実はものすごく高くて、実際、買う人がいないくらい高いコストがついちゃうと。 だけどそれは実際の需要と供給の中ではそういう価格がつかないので規制によって上に価格を上乗せして需要を抑えて供給を増やすっていうようなことをしていることをまあグリーンプレミアムみたいな言葉であの表現できるわけですけどそういうあの今言ったのは CO2 の排出みたいな世界でのグリーンプレミアムですけど。 これをなくすつまり我々の自由な売買とか経済活動の中でグリーンプレミアムみたいなものをつけなくても地球環境破壊をしているような製品とか企業には高いコストをちゃんとつけるっていうようにするにはどうしたらいいですかっていうのが彼の質問です Is it all、right? s translation. <S さすがですありがとうございます まあ,でもあれですかねあの、一つはやっぱりそうやってあの、えー、助成金とかねあの、そういうことなのかもしれないですけど、結局、助成金とかってあの、ね、限度がありますよね、だからそういう意味ではやっぱり、あの消費者がやっぱり消費構造で変えていくっていうことじゃないかと思うんですけど、先生、どうですか。あのー 少し原点に戻るとこれちょっと僕も英語ではしゃべれないちょっと難しいんですけども、まあ、社会的共通資本みたいな概念であの道路を走る車はその道路の補修費用まで全て払うべきであるっていうのがあの宇沢博文先生がおっしゃった社会的共通資本という概念ですよね。ででままあ、そそこまでいかないけど今のその 今の環境の世界ではカーボンオフセットっていう概念がこれからまず少なくとも浸透してきて例えばヨーロッパの車だと,、えー、と何グラムだったな1キロあたり95グラム以上の二酸化炭素を出すと1グラムあたり27ユーロあの課金が来る。でフォルクスワーゲンは一昨年それで6,300億円の課金が発生する。で あのテスラっていうのは未だに赤字なんですけどもテスラの車は一切二酸化炭出さないんでカーボンオフセットをそこで引き受けてるだからテスラの、えっと、カーボンオフセットっていうのは確か昨年の決算で1,720億円ぐらいあのカーボンオフセットって黒字なんですけども全体の黒字は700億円ぐらいですから本業は赤字なんですよね。まあ、そういういいことが起き始めている だから今あのコウズさんがおっしゃったような本来その二酸化炭素だけで測るっていうのはまだまだ全然ダメなんですけども少なくとも二酸化炭素だけでもカーボンオフセットで我々はそれに対して課金を払わなきゃいけない時代が、えっと、もう23年先に来ている。で1トン当たりだいたいいくらかっていうとだいたい今2万9,000円ぐらいって言われてますけどもそれぐらい1トン出すと2万9,000円払う、うん。ステーキ1枚食べるとだいたい3キロ出しますね。 うん、それぐらいの量を出しますけれども結構大変なもんですよこれは僕は英語には直,直せません <laughs> これは経済学的な話なんでうんディーテールをディスカスしてアフターティーウェイズあのドクターコッツはいどうですか So Hello. Ah oh, okay. So f sorry. First, I would like to say that your explanation was really really good and I don't think I've ever been this interested in learning about environmentalism before. It was really interesting and thank you for that. And secondly, I would like to ask my question about like why do you think that like there have been so many amendments of many countries making decisions to limit carbon emissions and all that to like you know reduce climate change and all the issues going on. And despite those, still we haven't like, it's not like people aren't trying, but it's still not enough. Why do you think it's still not enough? and what do you think is a better approach for that? That's my question. まあ、その政府たちが過去,過去に木狩り、アコートやパリ協定などさまざまなその制約といいますか法律を世界各国であの成立させているんですがなぜまだそのアプローチが足りないかそのほか他に何かアプローチがあるんですかという質問えっとそう、ね。一番大事なのは年に あのローマクラブから何だったっけ題名「成長の限界」じゃなくて「あ限界」の方が先か「ビヨンザ・リミット」が92年か、うん「成長の限界」リ「リミット・オブ・デ・アース」という本が出たでそこで本当に世界中の人たちが地球環境っていうのを考えないと本当に大変なんだっていう意識が芽生え始めて。 それから20年後の1992年にリオの地球サミットが行われたそして「ビオン・ザ・リミット」っていう本が出たそれからだから72年からちょうど今50年経っているじゃあ50年間でいろんな SDGs もやったいろんなことができてきて我々は何もしなかったのかっていったらすごい努力をしてきたおそらくとんでもない努力をしてきて この間の,あの2015年のカップではコップでは途上国も先進国も一緒になってカーボンニュートラルを目指そうよという方向まで取り付けたそして現在156か国かなカーボンニュートラル宣言をしているところがだから僕は努力をしていると思うだけどもその努力をしているよりもはるかに大きな環境負荷を我々は作り続けている生活の中で それがさっき言った人工物の量猛烈な勢いで作り続けてるだから一生懸命やってることがほとんど役に立っていないっていうのが現実だ僕たちはそれを理解しないと次から次に何か政策を打てばよくなるっていうよりも我々自身が社会を変えていくっていう意識を持たない限りそれは大変な問題だと思うだからやっぱり縮減っていうところにまた行っちゃうんですけども縮減っていう概念で社会を これから見ていくものづくりをするそういう概念があのメジャーにならないとどんな政策を打ってもきっとそれほど大きな効果は出ないだろうと僕は思います。まあまあ縮減,縮減がないとダメなんだという話だな。Thank you. The answer. And will, how much could you understand? Yeah, I I understood that. Yeah, I would like to ask another question about like you talked a lot about individualism, about how it's important for one person to make a change so that other persons can follow. But what if people are just waiting for other people to make make the first move, and like they're just blaming each other? How can we change that? How do you think? 先ほどあのおっしゃった通りに一人が誰か一人が行動するのをみんなが待ってるっていうその一人に集まっているっていうことはあるんですけどみんながみんなそれを待っていて何も行動を起こさないっていうそれで責任転換をするっていう 状況があるんですけどそれについてどう思いますかっていう質問です大事なのは自分ではなくて未来です今の自分が豊かになるではなくて未来の人たちに自分たちと今の今僕たちが受けている恩恵と同じ以上のものを与えられるのかそれを考えて暮らすことそれ以外にないと思います でも多くの人たちが今の自分環境問題大変だなでも俺一人やったって意味がないわという逃げ、うん、その中で暮らしているようにしか思えないでも今回のコロナでそうではなくって制約の中で豊かに暮らすっていうこともトレーニングしたんで僕はできると思う、うん、だからいつも思うのは未来の人たちにバトンを作れるかな 僕は毎日そう思って暮らしてます。でも毎晩飲み歩いてます。<laughs> はい、はい、ありがとうございます。はい、えー、ではちょっと結構ね、時間が押してきてますけど、会場の皆様ですね。ぜひ、なんかちょっと意見とか。質問が。あるみたいな方。もしいらっしゃれば。いかがでしょうか。だ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。 はい、であ,と,あの、えー、と、オンラインの向こうの方で、なんか事務局の方で、特には大丈夫ですか、はい、はい、ありがとうございます。あのね、でも、高校生からすごい鋭いあい質問を、はい、いただいてですね、いや、自分もなんか、あのドキッとあのしたんですけど、はい、ありがとうございます。はい、したららちょっと僕から先生にですね あの質問なんですけど先生はあの経歴の中でねあのすごいものすごいこうジャンプをあのされてるっていうかですねあの脱皮をなんか繰り返されてきているえ気がするんですけどもやっぱりこうなんかキャリアでね例えば企業を務めていてねずっとポジションを得てそこで結構安住の地というかあの居心地がいい。 良くてですね大体、ね、出世したりするとそこからあのどきたくなくてですね余計なことをするんだみたいなあの人がいたりする時代の中であの先生はですねあのポーンとあの急に大学の教授になってですね研究して研究所がすごい大きくなったかと思ったらまたそこからポーンとあの飛び出ていくんですけどやっぱそうやってなんか人生のこうえーま、っ 変革してあのなんかそういうなんでそんなあの今沖縄入部島までですねあの行って、えー、今日またこうやって東京にいらっしゃってっていうですねちょっとあのその飛躍がちょっとなんかよくわからない,い,いところがありまして先生の中では一貫してるのかもしれないですけども、はい、ちょっとその辺のお話伺えれ,ればなと思いましたあのそんなに難しいことを考えたことはございません。 あのただ15から働いてるんであの自分で暮らしてるんでその生きていくってことに関しては絶対自信がある、うん、何やったって生きていけるぞだから15からずっと自分一人で暮らしてるんでそういう意味ではあんまりその暮らすということだとかお金だということに固執はしていないかもしれない。でだいたい10年ごとにこう 10年ごとに転職をしてるってみんなが言うんですけどもそうじゃなくて10年ぐらい一生懸命何かやってると次にやらなきゃいけないことが見えてきちゃうんで,でそれでまた次のことをやってるだけの話であ,のあんまりそれを意識してるわけではないで一番ありがたいのは家族が10年ぐらい経つと、うん、今度は何かすると思ってたよぐらいのことで何にも反対もしない、うん、それがすごくありがたいなと思ってますそんんなもんです。 長、はい、野さんも今回、ね、大変な英断されて霞が関から飛び出ましたけどもやっぱりそういう,こう決断の瞬間っていうのはどこにあったんででしょうか、ね、でもあの先生と同じでやらなくちゃいけないことが出て、まあ、役所でももちろんやったらよかったのかもしれないけど、まあ、なかなか。 できなかったのかな？っていうところもあって。なんかね、なんでしょうね。うまく言えないけど、まあもっとそうね。やりたいことができちゃったっていう感じですかね <laughs>。まあ、そういうことですよ。まあ、ちょっとあの一種のこう発狂みたいな感じだと思います。あの、もうもうなんか、そういう意味では。 皆さん,、ね、なんかこうすごく計画的に考えて起業してるって思ってると思うんですけどほとんど無計画なんであのなんですか別に命まで止まれるわけじゃなしあの死なない程度にできれば何でもできるんでそういう意味では、まあ、今はその変化を楽しんで。 いるっていう感じですかね。そのうちもあの食べれなくなって皆さんのとか泣きつきに行くかもしれませんけど、その時はあの優しいお恵みをよろしくお願いしたいと思います。さっきですね、あの実はこの会が始まる前に、あの下打ち合わせでね、あの長野さんのキャリアをあの高校生にちょっとあのなんていうんですか説明したらあの東京大学あの文学部フランス語学科。そうですよ。ね、え卒論はルソーでした。<laughs> はい。はい <laughs> あのどよどよめきがですね <laughs> 実は今日皆さんですね高校生あの高校3年生であの受験のめちゃめちゃあのピリピリしてる瞬間にですねこうやってあの出てきてくれてるんですねあだからそれ聞いて高校2年生なのかと思っていたらですねもう本当にすごいいい瞬間にこう来てて大丈夫なのかなっていうのはあ,のあるんですけどもまあ一方ですねあの やっぱこういう場でねあの大人たちとこうやって触れ合って、えー、ね自分のあの考えをねあのしゃべるっていうのっていうのはあのとってもいい経験になんかなったんじゃないかなとあのいうふうにあの思ってですね何かのあの。あ そそれこそね飛躍していくあのきっかけにですねあのこの機会がなればと思いますしあとですね今日あの会場にお越しのね皆さんですねまあさっきあの小津さんもそうですけれどもあの一人一人ですねあの多分マイク向けるとですね皆さんあの大変なですねやっぱり社会の中で活躍されている方がここにあのたくさんお集まりですんでね是非。 あの高校生の皆さんね、ここのみんなとですね、なんかあの交換して、名刺、名刺持ってないかもしれないですけどね、名刺、お渡しできる方とかいらっしゃればです、ねあの、ぜひあの交流を図っていただければなというふうにあの思っていますということで、残り時間はですね、実はもうあと10分ぐらいしかあのなくなってしまいました。 えではですね、ちょっともう締めの時間にですね入っていきたいと思います。き今日ですね、先生のお話いた,あのいただいたわけなんですけれども、一人一人ですね、ちょっとえまあそういう意味では、ちょっとコメント、締めのコメントって言いましょうかね、いただきながらですね、なんか、なんかコミットメントもあるかもしれないので、みんなの前でですね、ちょっと一言いただいて。 あの締めていきたいと思います。はい、ではあの端っこのはい、河野さんからお願いします。はい、えーと今日は本当にあのこのディスカッションする前にあの台本全くなしでやりますよと言われていまして、あのどんなことになっちゃうんだろうってすごく内心。不安もありながらであのあったんですけれども、あの私自身、すごく楽しい時間を過ごさせていただいたなと思っております。本当にありがとうございました。 でああのの最後にちょっと一言ですねあの先生のお話の中で「我慢と喜ばしい制約」って言葉が出てきたと思うんですけどなんかきっとこれってどこまでが我慢でどこまでが喜ばしい制約かっていうのはまた人によっても違ったりとかそれがどういうところが我慢になっちゃうんだろうどこどういうふうにしたら喜ばしい制約になるんだろうとかって結構難しい問題だよなと思いながらもお聞きしてたんですけどやっぱりいかにその「 我慢と思わせずに喜ばしい制約であると思ってもらえるようにするかっていうのがきっとテクノロジーであり、そこに工夫を凝らすことが重要なのかなと思ってあの聞いておりました。であの F C 認証もですね、あの取ったら高い値段で売れるとかいっぱいお客さんが来ると思ったけど、そういう経済的効果はあんまりなかったよねって言われてしまうことがすごく多いんですが <laughs>、あの先ほどもその金銭 的な価値以外のところに価値がまだまだ見いだせるというお話ありましたけれども、多分 FSC 認証としても目指していくというか、あの押し出していくべきはきっとそこなんだろうと思いますので、そのあたりを私の中でもですね改めて整理して、あのそういった、えー、喜ばしい制約になるように、えー、やっていきたいなと思いました。あありりががととううごござざいいいいまますはははした、はい、で 先生のお話は何度も聞いてるんですけど毎回新しい研究をさらに積み重ねて次の本が楽しみだなと思ってたりしますけれどもあの縮減っていうことまあこう肥大化しすぎた人間っていう ので我々も自然の一部なんでまあ森からすればお前たち滅びろって思ってるぐらいに今思ってるのかなと思って結構その盛り上げとしては森の気持ちを代弁しながらこう人の皆さんとうまく共生できる社会をやっていかなくちゃいけないなと思ってます私の中でその縮減人間社会の縮減っていうのはまあ日本的に言うとま樽を知るみたいな感じでですね まあお金も、まあ、あったらすごい嬉しいし何かに交換できる、ね、万能のあれかもしれないんですけどあれだけそのなんていうか、ね、食欲とかは、ね、胃袋がいっぱいになったらお腹がもう食べれないってあるけどお金ってこう制約がないっていうことです、ね、なんかそういうのにおのずとなっちゃうんで。 それ以外のものの価値っていうものをどうやって見せていけるかみたいなところをそのでまあこれぐらいでいいよねっていうたるを知るような生き方っていうのがこう地球と共に自然と共に生きられる世の中になるんじゃないかなと思ったりしたので是非の森の声を代弁しながらですね何かそういう社会の ができるようなまあこうきっかけ作りをですねこうなんか飛び散らしていきたいな <laughs> と思っておりますので皆さんも受け取ったらぜひあの一緒に森に行きましょうありがとうございましたありがとうございましたはいではあの先生飛ばしてはい高校生一言ずつお願いしますこのシンポジウムを通して自分がとても成長できたことを思っています。 えっと、未来の、そのに社会を担う若者の一人として。これから、どんどん積極的に。社会に向けて活動できたらいいなと思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。改めまして、さえです。えー、私も、はく君と同じで、すごい貴重な体験をさせていただいて。もっと、より積極的に取り組んでいきたいと思います。 そしてあの自己紹介の際もちょっとやや受けすごい嬉しかったですありがとうございました <laughs> あの私たちアークっていうメンバーで6人でもう一回自己紹介するとやらしてもらっててみんなで胸張って18歳として頑張ってるので名前だけでも覚えていってくださいありがとうございました <laughs> はいありがとうございましたはいじゃあ、はい、どうぞ。 I'm uh, i participating this day. At first, I thought that wow, it's three hours. It's really long. So, what should I do? But then, when I actually came here, I didn't even realize that it's already night. It was. It felt kind of fast. Actually, it was really interesting to hear out all your thoughts, all your explanations, and. I've truly never been this interested about learning about environment. And I truly feel like as humans, it's time for us to take actions for our own causes. So yeah, thank you for teaching us about that. Hi, i 説明を聞いて、自分の浅はかな知識に恥ずかしさを感じました。<laughs> であの、これからはあの、であの先生の,プレ,あのプレゼンテーションなどを聞いてあの、木更津の田舎町に住んだ意味、住んでそこの、そこであった制約、そしてそこから生まれた幸せの意味をようやく気づくことができましたそれでありがとうございました。 あ今日いろいろ学びました。やはり日本語の勉強を続けながら。<laughs> また友達と先生のとても感謝しています。さっき自己紹介で言った彼らはいなければ今の僕はいないでしょう。はい。<laughs> ありがとうございます。 え今日はワイズワイズフォーラムに参加して、非常に勉強になり、楽しかったです。えー、お話を伺いまして、私がフォーキャスト、思考であることを多く感じて、そうですね、これからは心豊かであることを前提として、バックキャストを集中的にあの取り組もうと思っております。えー、本日は本当にありがとうございました。<laughs> はい、では、あの最後あの、はい、まとめて先生に。 はい、ちょっとお話いただければと思います。はい、あのまとめるっていうことよりも、今日たくさんの方にお会いできて、まずはありがとうございました。とっても光栄でございます。それから、高校生の皆さん、あのとっても素敵なプレゼンテーションとすごい素敵な質問ありがとうございました。から、横の我が愛する。朝子と。この <laughs> <laughs> さん、どう <laughs> もありがとうございました。あの喜ばしい制約と我慢は実は脳科学的には？ どどこかからううなるってもう分かってもんですよだからそこをもうちょっと脳科学の話をさせていただくとその辺のこうまあ脳の構造からどういうふうに思考すればそこが我慢になるか喜ばしい制約になるかっていうのは大体見えてきているこれはまた面白い話をしましょうどっかでね。で今日あの高校生の皆さんの質問の根底にあるものは今のものを本当に変えられるのか っていうようなところが、質問の根底にやっぱりすごく流れているのは、やっぱり僕たち大人として、うん、恥ずかしい思いがしました。我々自身が、その、麻子さんが言った、長野さんが言った、まあ、日本からすると樽を知るっていうか、えー、高く思い、低く暮らす。という、我々はそういう文化ちゃんと持っていながら、やっぱり高くを思わず、低く思って高く暮らすみたいなことを平気でやっている。まあ。 でそういうものもしっかり我々は受け止めた上で高く思い低く暮らすっていうのが素敵なんだなっていう文化を何とかして作りたい、まあ、それが祝言であり自立だということだと思います是非そういうことの半歩でも一歩でも早く踏み出してここにいる若い人たちがそれを受け取ってさらにブラッシュアップできるようなそんな社会を是非作りたいと思いますどうもありがとうございました <laughs> はい。 ではですね、本当、あの今日皆さんですね、お集まりの皆様、そして画面越しの皆様ですね、長時間にわたりまして、本当にありがとうございましたあの。あっという間の本当に3時間でした。はいえーあの まあさっきね、ぶつけ本番でってありましたけども、の今日ですね、ワイスワイスも初めてのチャレンジだったんですね、こうやってあのえ高校生にですね前に出てもらって、シナリオがないっていう状態の中で、ですねあのこういったあの機会をあの設けさせていただいたんですけども、とっても本当に私も主催者として、ですねあのいい企画だったなと <laughs>、自分でですねあのあの思ってる次第なんですけども、ありがとうございます。 はい、ありがとうございますあのなんかほっとくとです、ね、なんかおじさんばっかりのです、ね、煮詰まった議論になっていてです、ね、やっぱりあの多様性じゃないんですけどねあの、男女もそうですし、やっぱり年齢もです、ね、やっぱりこうやってクロスオーバーさせて、やっぱりみんなで,です、ね、あの自分事としてねあの、自分がやっぱり世の中を、未来を、ね、あの変えていくのであると、えー、そのためには、さっきのね,あのね、質問がありましたけども、 やっぱりこう誰かがじゃなくてやっぱり自分が何ができるのかともうそこからしかもう始まらないんじゃないのかと自分の行動が結局はあの回り回ってあの地球環境までですねえ影響があるし自分が何を買うのかっていうことでですねえ熱帯のねそれこそオランウータンがいなくなったりそんなことがですねあの直結してる時代ですんでやっぱこうやってですねえ実際にあの人と人がみんなでつながって。 みんんなでやっぱり、えー、未来を良くくしていくんだともうそういうことでしかないのかなというのが今日の先生のお話と皆さんの、えー、お話を聞いてあのつくづくですね痛感したことで,でございました。はい、で今日ですね本当はあのこれからあのビールですね実はたくさんですね買って。 あの乾杯とかってねあの、しようと思ってたんですけども、えー、残念ながらですね、ちょっとあのコロナの影響で、えー、懇親会はなしで、このまんまあの終わらせていただきます。はい、で、えっ、ー、と、次回ですね、これはのあの、お配りさせていたてますけど、1月19日もですね、ワイズフォーラムは計画しています。 はいですね、2回分のです、ね、ビールが、えー、この19日にはです、ね、積まれてです、ね、あの大宴会、大あの懇親会をです、ね、開催あのしようと思っているので、えー、今日ですね懇親会、ちょっと残念ながら参加いただけない方はです、ね、また19日にお目にかかれればというふうに思います、はい、では最後です、ね、登壇いただきました、はい、あのこの9人の方に拍手を持ってです、ね、あの終わらせていただきたいと思います。 本当に今日はありがとうございました。